はい、本日は、平成29年度の予備試験の分析会でね、私が、レック専任講師の矢島ですけれども、私が担当するのは刑法と刑訴法と、あと法律実務基礎科目の、まあ、刑事と民事の、4つになります。で、本日、たった2時間でね、まあ、4つやるということなんで、まあ、そんなに丁寧なことはできないんですけど、まあ、大体こう基本的な知識があればこれぐらいのことは書けるんだろうな、まあ、言い方変えれば、まあ、皆さんにねこれぐらいのことは書いてもらいたいなっていうね、ところをちょっとこう説明していこうと思ってます。で、冊子は2つありまして、まずこのね、平成29年度予備試験分析会って書いてあって、刑法刑事訴訟法法律実務基礎科目って書いてあるやつですね。これはレック のスタッフさんが作ったものになります。で、あとちょっとこれで足らないところを、ね、補おうと思って、私のレジュメ、講師レジュメってことで、まあ、こちら刑法と刑事訴訟法のところだけちょっと作ってるんですけども、こちらも一緒に、使ってやっていこうと思ってますのでね、ご準備ください。ではですね、まず先に、こちらのスタッフさんのレジュメの方からですね、刑法刑訴法法律実務基礎科目のレジュメ、まず、ちょっとね問題簡単に確認しておきましょうか。刑法からいきますね。今日は、まあ、刑法刑訴法で、最後は法律実務基礎科目という形の流れでいきます。で、まず、ね、この問題文ですけども、この以下の事例に基づき公と乙の在籍を、ね、論じなさいということになってますので、まあ、このあと問題文を読んでってですね、で、まあ、皆さんさすがに予備試験の論文試験受けるような状況になっていると、ちゃんとその刑法の基本的な、ね、構成要件なんかは頭に入っていると思いますので、まあ、問題文読みながら、あ、この辺のところの事実は罪の構成要件に当たるなとかね、あるいは刑法の総論の部分のところであればね、まあ、今回だったら間接正犯とか因果関係とか、まあ、そういうところちょっと問題になるところがありますけど、まあ、問題文読んでいるときにこの辺のところが問題になりそうだなっていうところを、ね、ピックアップできるんじゃないかと思うんですよ。で、そんな感じで大雑把にちょっと問題文ね確認してきますと、まあ、縦位置のところでコウという人、まあ、医者なんですけど、コウという人が出てきて、で、まあ、その交際相手の部位というのがね、まあ、心臓の疾患、特異な心臓の疾患があったというものがあります。で、まあ、なんか交際のなんかもつれからね、まあ、コウが部位を殺害しようっていうふうに、まあ、決意するんですけども、そんな中で、まあ、じゃあどういうふうに殺そうかっていうとね、この縦2の問題文の縦2のこの2段落目のところですね、まあ、こうはまずこの22日にね高級ワイン1本買って、で23日にそのワインの入った瓶にね毒薬、あ、この劇薬 X で、これ後でね、この劇薬 X で殺すの失敗しちゃって、今度劇薬 Y ってことでまた別の薬が出てくるんですけども、まあ、とりあえずここは劇薬 X ですね、という形で、まあ、これをね、その、ワインの瓶の中に入れたと。で、それをどういう形でこのね被害者の方にこう飲ませようとしたかっていうと、この宅配業者をね利用して、まあ、殺してやろうっていう感じになってますね。で、こういうまあ、刑法の基本知識になりますけど、郵便とか宅配業者を利用して、まあ、毒をこう送りつけて殺すっていうのは、よく理覚犯っていうふうに言われるやつがありますけども、まあ、その理覚犯が問題になってるなっていうのをまず一つ気づいてほしいんですよね。で、そこのところ理覚犯の事例で、まあ、その殺人の実行の着手ってどういうふうに、まあ、判断、されていくのかっていうのをね、皆さんなりに、まあ、考えてもらいたいと。あともう一つね、これ不能犯の論点が入ってます。この最初のね、この劇薬 X での殺害行為に関しては、それが、その縦2のやっぱりこの2段落目のところなんですけれども、この劇薬 X の致死量はですね、だいたいこの2段落目の5行目ぐらいのところに書いてあるんですけど、まあ、致死量 10ml なんですよね。で、実際8ミリリットルしか、まあ、注入していないんで、まあ、足りてないんですよ、致死量にね。ただこの人は心臓疾患があるんで、まあ、これでも死んじゃう可能性が十分にもある、まあ、そういうような事案になってます。で、まあ、結局ね、この後、この宅配業者さんどういうふうにしたかっていうと、この縦2のね、下から数えて3行目ぐらいかな、同月25日って書いてあるところなんですけど、まあ、下から3行目ね、縦2の下から3行目で、宅配業者がその瓶を持って V 宅前まで行ったけども、まあ、V が留守だったということでね、不在連絡票を残して、まあ、その瓶を持ち帰ったっていう、そういう状況になってますね。というわけで、まあ、不能犯の論点と、あとこの理覚犯、こういうね宅配業者とか郵便業者を利用したその毒の送りつけ行為によるね、その理覚犯の事例でどういうふうにこう殺人の着手を考えていくのかって話になってくると思います。で、まあ、今回ね、致死量にわずか、劇薬 X の致死量って 10ml で、で、まあ、実際 8ml でわずかにこう、ね、致死量に足らないぐらいな感じなんで、仮にこの人に心臓疾患がなかったとしてもね、まあ、その人のほら体調次第ではもう死んじゃう可能性十分あるんでね、まあ、かなり死のこの結果、殺人罪のね、その結果発生の現実的危険性があるような行為をしていると思うんですよ。なので不能犯に関して皆さん何説取ってますかね。具体的建設とか、まあ、客観的建設とかね、あと客観的建設
説の中でも、まあ、いくつかこう修正説とかっていうのがありますけど、まあ、皆さん、こうね、決めてると思うんですよ。でどの見解に立ったとしてもこの不能犯の論点のところでは完全に着手が認められる事案になっていると思いますので、まあ、あまり長くねそこは書きすぎない方がいいと思うんですよね。この辺のところはね、10ミリリットルでわずか2ミリリットル足らなかっただけだから、まあ、この人心臓疾患があろうがなかろうがもうちょっと体調、がこうね、この人に限らず、ちょっと体調が、ね悪ければもう十分死ぬ可能性がありますのでね、おそらくどの見解に立ったとしても、そんなに差は出なかったと思いますね。あとは立核犯のところどうですかね。判例は毒入り砂糖をほら郵便で送りつけたっていう事案でね、まあ、相手の家に届いた時にその着手が認められるんだっていう話を、まあ、してますけども、まあ、この事案の特殊性は、まあ、一応宅配業者は V の、まあ、家にそのね、ワイン毒入りワイン持ってってるんだけど、まあ、いなかったから不在票だけ残してきたっていうね、まあ、そういう状況になってるからちょっと判例の事案と違うようなところちょっとひねりが入ってるんで、まあ、そこのところどう考えるかって話だと思います。ただまあ結局ここもねなんか難しく考えないで今回何が問題なのかっていうと殺人罪の実行の着手があるかどうかっていうところが結局その目的なんですよ。その議論するね。そうすると、まあ、この具体的なこの事案の中でもうこの被害者、まあ、V の、ね、死の結果を発生させるだけの具体的な危険性が生じているのかどうかという観点から、まあ、そこは考えていけばいいんだと思いますね。でここのところはね、だから人によって違ってくると思います。この不在票のところをねどういうふうに捉えるかって話、まあ、実際にその不在票じゃなくてその毒入りワインが確実にもう V のところにも届いてるっていうね事実関係だったらそれは間違いなくもう着手ありやっていうふうにまあ見られると思うんですけども、まあ、逆に言えばこの不在票しか届いてないっていうふうになったらまた着手ないっていうふうにも考えられるでしょうし、一方でもうそれでも十分危険だと、まあ、その不在票を見た、まあ、結果的にそのねこの V さん、その不在票を見て、宅配業者にその再配達をお願いしたりとかそういうことしなかったんですけれども、でもまあ十分そういうまあ危険があるんだというふうに皆さんの方で評価するんであればもう着手認められることになっていくと思いますね。というわけでこの一つ目の論点はまあこの致死量にちょっと足らなかったっていう点でまず不能犯の問題だけど、さっき言った通りまあ今回のまあ事案致死量10ミリリットル で実際8ミリリットル与えてればね、まあ心臓疾患あろうがなかろうがもう十分体調指示じゃ死の危険性が生ずるようなことになってるから、どの見解とってもねその不能犯に関して具体的危険説とか客観的危険説のどの見解立とうがもうそこのところはねおそらく不能犯を理由に着手が否定されることはないというふうに思いますね。でもう一つはその立核犯のところだけど、そこは人によって違ってくると、この不在票がこうポストの中にねこの人のところに届いたということでもう死の危険が発生したっていうふうに皆さんが評価するんであれば、まあ、それは着手殺人の着手があるんだということになるし、もしそうじゃなければ殺人の着手はないと。ただ殺人の着手がないというふうに、まあ、皆さんが考えたとしても不可罰になるわけじゃなくて殺人の少なくても予備罪にはこの段階で、ね、成立することになってくると思いますので、まあ、そこのところを忘れなくという感じですかね。で私のちょっとレジュメ見てください。この補助レジュメね、ちょっと2冊同時にね、これからちょっと交互にやったりとかしますけども、すいません、頑張ってついてきてください。そうすると、このね最初のところです。2ページのところね、論点抽出、まあ、これぐらいのことは書いてほしい、これぐらいのことはね基本知識勉強してれば触れてほしいなっていうところをちょっと書き出しておきました。まず第一、甲の在籍で縦位置ね、甲が殺意を持って致死量が 10ml の劇薬 X を 8ml 注入したワイン1本をね、高い業者返して V 宅に配達させたが、 V が不在だったため不在票だけがね V 宅のポストに投函されたっていう、そういう、まあ、投函させた行為、これでまず殺人未遂になるのかどうかって話です。でまず括弧1のところ、これはさっき話した通りまず一つ不能犯の論点ですけども、まあ、どの見解とってもね、本件の事案ではもう不能犯を理由に着手が否定されることはないと思いますね。それから括弧2のところ、理覚犯、まあ、ここのところはさっき言った通りも皆さんのもう評価次第になってきますから、というわけでそこで、まあ、とりあえず、ね、結論を出してもらえればと思います。でちなみに中のところですけども、スタッフ答案はね、その不能犯のところは具体的危険説に立って着手をね、肯定してたのかな、否定してたのか、ちょっと見てみましょうか。スタッフさんの答案のね、具体的危険説に立って、具体的建設から不能犯は否定してるんですけど、おそらく理覚犯のところで着手を否定しちゃってるのかな。スタッフ答案の方4ページになりますね、こちらのもう一つのレジュメの方ですけどね。でまずその不能犯のところが、回答例の第1項の在籍縦1括弧1のところになってきますね。で規範立ててるところが括弧1の2段落目のところになります。で特にこれが具体的建設を取ってるっていうことが分かる部分が、この括弧1の2段落目の
2行目あたりから論証始まってんのかな。構成要件は一般人への攻撃批判であるから、かかる危険性判断は一般人の認識基準だと。一方、行為者が認識していた事情を考慮しなければ妥当な結論を確保できないということで、行為者が特に認識していた事情も加味すべきということで、ここが規範の結論部分ですね。行為当時一般人が認識していた事情と行為者が特に認識していた事情を基準として具体的な危険性が損したか否かを、まあ判断基準とするんだということになってますね。で、当てはめのところですけど、本文、でっていうところが当てはめのところですけども、まあ、部位の心臓疾患一般人は認識しないけど公は認識していたので、具体的に危険説からすると行為者が特に認識していた事情はね、今のあの規範の通りこれ危険性判断の、考慮素にあげ、あの入れると入れていくことになりますので、まあ、心臓疾患のある人にわずか、その致死量ね、2ミリリットル足らない毒を与えたということをもとにですね、その死の結果が発生したかどうかということをあの評価していくことになってきます、この規範に立った場合はね。で、まあ、その結果、まあ、不能犯にはならないという形になってますね。ただね、その後括弧のところ、ここがまあ理覚犯のところなんですけれども、結論としては括弧2の2段落目になりますかね、V は X 入りの Y の送付を受けているものの、送付時点では留守にしており不在連絡表にも気づかずワインを受け取ることはなかったと。そのためね、ワインを飲むことにより死に、ここだからもう本当人それぞれだと思うんだけど、この当犯は、まあ、死に至る危険は存在しなかったっていうふうに評価しています。でここはね、いいんです、どっちでも皆さんがもうどう思うかってことを素直にあの書いてもらえればと思いますね。あとね、あのこれ理覚犯の話は刑法の基本書を読むとね、まあ、理覚犯って大体項目を設けて、あのその昔 の, あの判例をね、毒入りの砂糖をあの送りつけた事案のやつをまあ大体紹介してるんですけど、これ広い意味で言うと、まあ、他人の行為を利用した間接性犯の一種でもあるんですよ。ですからここのところはあの別に間接性犯 の, あの実行の着手の、ね、判断枠組み、まあ、皆さんいろいろ自分で見解決めてるでしょ、行為支配説とか、まあ、その他いろんな見解ありますけど、それを規範定立してここであのやってもらっても構いません。ただ、まあ、ここのところね、理覚犯のところこういうなんか宅配業者とか特にこう郵便利用したようなやつに関しては、まあ、どの基本書を見て もう理覚犯という形であんまり間接犯のところにこう書いてなくてね、まあ、具体的にその状況を見てね、危険性判断しているようなあの感じになってますので、まあ、そんな感じで書いているのがこの答案になってますかね。だけどここで別にあの間接性犯の自己の着手の枠組み書いたからといって間違いじゃありませんのでね、それはそれで十分ありなあの法律構成になっていると思いますね。さて、というわけでこれがまずね、この劇薬 X に関することで、この辺のところがまあ論点になっているということだから、まあこの2つね、不能犯のところと理覚犯の論点を落とさなければ、まあ、ここのところはそこそこいい点数がねもらえるんじゃないかと思います。さて、で今度ちょっとまたね、問題文の続きに行きますけれども、縦1のところになります。で今ね、その劇薬 X 使っての殺害行為が失敗しちゃったんで、今度ね、劇薬 Y を使ってね殺そうとするんですよ。それが問題文のこのね冊子、戻りまして、この1ページ目のところの縦3のところ見てください。問題文のね、これからちょっと交互にレジュメ行ったり来たりするんで、すいません、頑張ってついてきてくださいね。1ページのところ問題文ね、縦3で今度ですね、この宅配業者25日に、ね、この不在票を届けた後に翌日26日今度 V が熱中症の症状になって、それで病院に行ったんですよ。で、まあ、そこでそのオツという、ね、まあ、医師がその診断したんですけども、まあ、熱中症だというふうにまあ診断されました。で、そのたまたま、ね、このオツとコウ、まあ、同じ医者同士ですけども、その知り合いだったということでね、縦3の3行目、オツから V の治療方針について相談を受けた、コウはここでほらまだ V が生きてるということを知っちゃったもんだからね、これから次の第二の、ね、殺害行為にこう行こうとするわけなんですよね。でそこでね、今度劇薬 Y っていうのを使っていくんですけども、その劇薬 Y に関してはですね、縦3のところの上から数えて 1,2,3,4,5,6,7,8行目ぐらいかな、 6ml の劇薬を Y に注射しようと考えたと。致死量 6ml なんですよ。あ、すみません、4行目の終わりから5行目にかけてね、致死量が 6ml って書いてありますね。で、今度7行目あたりに、まあ、その 6ml の劇薬を V に注射しようと考えたと。でそこでね、コウはその事情を知らないオツを利用して、まあ、そのままね注射させて殺そうっていう形になるんで、まあ、いわゆるあの典型的な間接性犯の、事例になってきますね。縦3のところの今のね7行目8行目ぐらいかな、コウはオツの A 病院への就職を世話したことがあり、オツがコウに恩義を感じていることを知ったと。だからオツであればコウの指示にね忠実に従うと思ったということで、劇薬 Y を熱中症の治療に効果のある B 薬と偽って渡して、まあ、V に注射させようというふうに考えたわけですね。でコウはオツに対し、V に B 薬を 6ml 注射してくださいということで指示して、その劇薬 6ml 入った、ね、注射器をまあ渡しました。でその時
その容器に、ね、薬剤名の記載がなかったことにオツさん気づいたんですけども、まあ、甲の指示にそのまま、まあ、従って、ね、中身を確認せずに部位に注射を、することにしたということになってますね。というわけで、まあ、オツは事情知りません、まあ、これ毒じゃなくて、ね、熱中症の薬だと思ってるわけですね。でそんな中で縦3の、最後の段1ページの最後の段落、ね、オツはっていうところですけども、オツはですね2行目、6ミリリットル注射する前に、ね、まあ、容器には致死量の6ミリリットル入ってたんですけれども、その段落の2行目3ミリリットル注射したところでね、まあ、被害者痛かったということで、やめてまし、注射をやめました。ただ、4行目ですけども、まあ、その部位に、ね、心臓に特異な疾患があったため劇薬 Y の影響により、まあ、心臓発作で急性心不全で、まあ、死んでしまいましたって形になってますね。というわけでこの辺のところが間接性犯で、間接性犯に関してちょっと問題になるのはこの2ページの方、この冊子の2ページのところなんですけども、2行目容器に薬剤名の記載がないということで、医者がね、その薬の名前も分かんないもの、まあ、何色か分かんないけど、例えば注射器の中に透明の薬が入っててさ、それなんだか分かんないまま注射するって相当危ない行為になりますよね。なので、まあ、その薬剤名の記載がないことに気づいたにもかかわらず中身をまあ確認しないままね Y に注射した点はもうその死の結果について刑事上の過失があったというふうに言われてるんですよ。だからこれ少なくともオツの方はもう業務上過失致死罪が成立するんだってことが確定されてます。さあそこで甲の在籍、まあ、間接正犯考えるにあたって何が論点になるでしょうかっていうとね、まあ、一通り刑法の勉強してる人は他人の過失行為をまあ利用してね間接正犯当たるときにどういうところ気をつけなければいけないのかっていうところになってくるんですよ。でそうすると過失犯っていうのは結局予見結果を予見して、ね、それでそれにもかかわらず結果を回避しなかったっていうところがあるじゃないですか。ってことは、まあ、逆に言えば、まあ、結果を、まあ、本来予見して、結果を回避するようなことをする可能性が十分あるようなところになるわけですから、まあ、その結局その、利用者の指示通りに動かなかった可能性が出てくるんですよ。そんな中で果たしてねその間接正犯というふうに言えるのかどうかというところが問題になってきますね。要はその、ね、本来だったら、まあ、予見、義務があって結果回避する義務が あるような状況で、まあ、それに違反しちゃったから、まあ、結局非利用者の方に過失犯成立したんですけど、でも本来は、ね、予見義務があって結果回避義務もあるようなところになってきますので、ね、命令通りに動かなかった可能性が十分あるんですよ。まあ、そんな中で果たしてこれ間接正犯になるのかどうかというところが、まあ、問題になってきます。まあ、刑法の基本書になると間接正犯の類型いろいろ整理してるでしょ。で特にこの他人の過失行為を、まあ、利用する場合にどうなっちゃうのかというところがまあ書かれてますね。でこの点に関しては、ね、ちょっとスタッフ答案が甘いんで、甘いとこ若干ちょっとこう、まあ、書くところが少ないからだと答案が、ね、書くところが少ないからだと思うんですけども、ちょっとこう若干問題の所在が分かりづらいんで私のちょっと補助レズメで、ちょっと補足します。もう一冊の私の補助レズメの方の、ね、2ページのところですね、さっきの続きになります。1ページ目の、ね、2ページ目の一番上に論点抽出って書いてあるやつなんですけど、それの、2ページの半分下半分ぐらいのところね、縦に、甲が事情を知らないオツに致死量が6ミリリットルの劇薬 Y を V に注射させて殺害しようと考えて、劇薬 Y が、ね、6ミリリットル入った注射器をオツに渡し V に注射するよう指示で、オツをして V に3ミリリットル注射させて V を、ね、急性心不全で死亡させた行為につき、まあ、殺人の間接正犯成立するかというのを検討してことになります。でそこでまず一つ大きな論点はやっぱり間接正犯の実行の着手がね、実行行為性があるのかどうかというところになりますね。でその括弧1のところです、間接正犯の実行の着手の有無、問題文にオツに刑事上の過失があったとあるため、まあ、明らかにねもう論点分かります。過失犯を利用した間接正犯の成否が問われているということで、ここのところがね書かれてますので気をつけてください。でこの点に関しましてね、次の段落ですけども、他人の過失行為を利用した犯罪を実現しようとする場合、非利用者には予見可能性を前提とする結果回避義務があり、利用者の指示通りにね行動しない可能性があることから、ここは各自の間接正犯の実行行為性の判断枠組みに即して、まあ、当てはめてもらえればいいんだけど、他人を一方的に利用して、まあ、犯罪の結果実現過程を支配という見解に立つんだったら、まあ、こういう表現でありますし、いわゆるよく予備校の、ね、回答例でよく見る行為支配説に立つんだったら、他人を一方的に利用してその行為を支配というふうに書いてくれればいいんですけど、まあ、いずれにしろ自分が各自、ね、間接性の実行の着手に関してなんか論証の仕方決めてると思うんで、まあ、そこに即してね、行くと結局その要件満たさないんじゃないかって話になってくるんですよ。というわけでね、他人を一方的に利用して犯罪の結果実現過程を支配したものとは言えずね、間接正犯の実行の着手性に関しては、まあ、結構昭和50年頃はね実行行為説っていうのが流行ってたんだよね。ところがそれからしばらくしてよく予備校の回答例とかで見かける行為支配説、あれが結構こう有力になったんだけど、ここ最近本当にもうここ 1,2 年ぐらいだと思うんだけど、この犯罪の結果実現過程を支配、要は共犯でも単独犯でもなんでその発生した結果
果が奇跡できるのかというと、やっぱり因果性、その結果に対して因果性を及ぼしたところがやっぱり重要なんだというふうに結構考えられるようになってきたんで、最近ね、急になんだけど犯罪の結果実現過程を支配したかどうか、行為を、ね、単に支配したかどうかという表現するんじゃなくて、犯罪の結果実現過程を支配したかどうかという見解がだん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 強くなってくるんですよ。でこの点学者の大塚博先生って方、結構ほら受験生のを意識して、受験生がこうね受け入れられそうな結構教材出してるんですけど、この見解をこう進めてるんですよね。でおそらくね、1年、まあ、ちょっとここすぐじゃないんだけど、1年ぐらい経つと大塚先生どうもなんか論証集を出すみたいなんですよ。でおそらく大塚先生が論証集を出すとさ、要は基本刑法とかああいうのを、ね、受験生がもう多くの受験生がこう、まあ、使ってると思われる参考書みたいなものを、まあ、作ってる方ですから、おそらくその論証集が出るとね、皆さんそれ使うようになってくるんじゃないかと思うのよね。そうすると多分この表現になってきますよ、犯罪の、ね、結果実現過程を支配。だから多分 2,3 年後にね、これが多分主流になってくると思う、受験生の中でね。まあそんな感じでちょっと先取りしてますけどね、今の段階だと結構行為支配説で書いてる方も多いと思うんですけど、まあここはどっちでも構いませんのでね。まあ、いずれにしろ、まあ、他人の、 その過失行為、要はね、非利用者にまあ予見、義務があって、結果回避義務があるから、まあ、その利用者に言われた通り行動しない可能性がありますので、そうすると、まあ、結局行為を支配したとは言えないんじゃないか、あるいはその犯罪の、ね、結果実現過程を支配したとは言えないんじゃないかというところが問題の所在になります。でこの点に関しては、ね、もう頭固く考えちゃいけません。もう具体的に事案を見て、まあ、例えば行為支配説に立つ方であれば、まあ、もう行為を支配したって言えるかどうか、そこを評価してあげれば構いません。あと犯罪の、ね、結果実現過程を支配したかどうかという規範に立つんであれば、まあ、まさに、ね、その犯罪の結果実現過程を支配したかどうかというところを、まあ、ちゃんとこう見ていけばいいわけですね。特にその犯罪の結果実現過程支配という表現を使うんであれば、やっぱ因果性、その結果に対してその利用者の、ね、行為が因果を及ぼしているかどうかという視点からまあ見ていきますね。だからまあ共犯と単独犯を同じようにまあ考えていくんですよ。とにかくなぜその発生した結果をその行為者に帰属できるかといったら、やっぱ因果を及ぼしているからというふうにまあ考えて、ね、いくんですけどもね。ただね、間接性犯のところさ、何説何説で実はあまり盛り上がらないでしょう。これなんでかっていうと、どの見解とっても結論変わんないんですよ、おそらく事実に当てはめしたときにね。まあ行為支配説だって結局その因果のところは全く無視してるわけじゃありませんしね、というかむしろ見てると思うんですよ。ただその規範の中に、まあ、行為を支配って形で、書いてあるだけで、実際当てはめするときっていうのはやっぱそういうところを意識してやってるから、実はどの見解とっても結論変わんないのね。だからあんまりここのところ盛り上がらないんですけども、まあ自分なりにね、見解決めて、そこのところを当てはめができるようにねしてもらえればいいんじゃないかと思います。あとね、そうなんでね、因果性、ちょっと話外れて雑談になっちゃうかもしれないけど、その因果の流れって例えば不審性不作為犯 の、 自己行為性の論点でさ、例えばその 法的作為義務が、まあ、少なくてもなければダメでしょ、作為の容易性可能性とかっていうのはちょっと置いとくとして、まあ、少なくてもその不審性不作為犯の実行行為性が認められるためには、まあ、法的作為義務がなければいけないんですけども、その法的作為義務をその基礎づけるその一番結構重要な要素ってさ、排他的支配っていうじゃないですか。その法益に対して排他的支配はあったかどうかね。もちろんその先行行為とかその他いろいろ引き受け行為とかっていうのもあるんですけど、でも特に大事なっていうのはやっぱ法益に対して排他的支配を及ぼしていたからこそ発生した結果を奇跡できるっていうんだけど、あれも結構因果のねところを着目してるんですよね。その排他的支配のところを重視する方っていうのは、結局その行為者が、まあ、不作為っていうものを通して、結果が発生するまでずっとそれを支配してるんだ、その因果の流れをねずっと支配してるんだっていう、そういう発想なんですよね。なので、まあ、その因果のところを着目して考えていくと、刑法は実は単独犯だろうが共犯だろうが全部一貫してね、なぜその発生した結果をその行為者に帰属できるのかというところを、ね、一貫して説明することがまあできるんですよね。というわけで、まあ、そんな感じの、ね、話があります。さて、でというわけで、まあ、ここのところは皆さん各自当てはめてもらって、まあ、その因果の流れ支配して、まあ、各自、ね、行為支配したと言えるのかとか、結果実現過程支配したのかどうかというところを自分で見てもらってやればいいと思いますね。でこの人は結局ほら、おつさん結果的に今やっぱり自分コウさんの言うことを聞いてこういうことをやっちゃってますから、まあ、その辺のところをまあ着目して、ね、いくと、おそらく、まあ、行為支配あるいは結果実現過程支配したという結論になると思います。というわけで、まあ、間接正犯の実行の着手認められるんだと思うんですよね。そうすると次に問題になるのが、私の補助レジュメの3ページですね、まあ、因果関係の有無になります。で因果関係の有無に関しては、まあ、昔は、ね、相当因果関係説とかってありましたけど、今は、まあ、危険の現実化説が一般的になってますので、まあ、そちらの方で当てはめをしてもらえればいいと思いますね。で今回、まあ、ほらその結局その死の結果ね、現にこの心臓麻痺で、まあ、死んでますけども、まあ、そのね、危険現に発生したその心臓麻痺によるその死の結果をね、まさにその この人の行為の危険が実現したと言えるのか、現実化したと言えるのか、まあ、そういう観点から考えてもらいたいと思うんですよ。でこの時ね、危険の現実化説を取る時のポイントっていうのは、その因果関係の判断の基礎事情に、その行為時に存在した全ての事情をまあ入れていくんですよね。そうすると今回すごい大事な事情あるでしょ。
致死量は6ミリリットルなんですけれども、この劇薬 Y の致死量は6ミリリットルなんですけれども、まあ、実際3ミリリットルしか、ね注射しないところでまあ死んでますよね。でも危険の現実化説を取る以上、特に大事なのはこの人得意な心臓疾患があって、もう3ミリリットル注射すればもう現に死ぬぐらいのまあ状況になってたんだと、そこのところを、この判断の基礎事情に入れてあげるわけなんですよね。そうすると、まあ、結局その行為の危険が、ねまあ、現に発生した結果に現実化したというふうに評価できると思いますので、まあ、因果関係はまあ肯定できるというふうに考えていけばいいと思いますね。でちなみにこれあの、ね、因果関係の介在事情が入った事案ではありませんので、この心臓の疾患というのは行為時からすでに存在するものだからね、行為後に何かほら介在事情が入った事案とはちょっと違うから、そこは気をつけてくださいね。そこのところはね、書き方がちょっと違ってくるからね。だからほらよく危険の現実仮説ってさ、介在事情のまあ異常性の大小とかほらそういうの見るじゃないですか、寄与度とかだけど、そういう話はあんまりやんなくていいのよ。これもう行為時に存在する事情だからね。ここのところはね、高速道路に侵入した事件とかの結構皆さん勉強してると思うんだけど、ああいうのと違ってね、もう行為時にすでに特殊事情入ってますんで、まあ、そこのところを踏まえて書いてもらえればと思います。で逆に言えばさ、あんまりここ因果関係とか長々書かなくても因果関係認められやすいから、まあ、さらっと書いて次の論点流してた方がいいと思いますね。このところはね、まあ、ここのところがその私の補助レジュメのまあ括弧2のところになります。それから、まあ一応刑法ってさ、まあ大きいレベルでいうと構成要件、違法性、責任の順番で考えていって、で同じ、その構成要件のところだったらやっぱ客観面から主観面の方にまあ流していきますよね。でそこで今関節の実行行為性とか、あと因果関係の話しましたけど、それは構成要件レベルの客観面の話なんですよ。で今度次主観面の話で、それで括弧3の殺意のところですね。一応ここで殺人罪成立させるにはやっぱさ、構成要件の主観面のところでね、その殺意があったということはまあ一言指摘しておくのが丁寧だと思います。それから主観面ではもう一つ因果関係の錯誤が出てきますね。要は行為者が認識していた因果の流れと実際に発生したその 死に至るまでの因果の流れが食い違いが出てますので、まあ、因果関係の錯誤の問題にもなってきます。ただね、ここ気をつけてください。よく予備校の論証集とかさ、他のね予備校のやつの教材とか見てると、因果関係の錯誤ものすごい盛り上げてこう書いてあるようなところがあるけど、結論として因果関係の錯誤を理由に実際上ね故意が阻却されるってことはないんですよ。まあ実際上は当てはめした結果ね、そもそもほら因果関係がさ故意の認識対象になるかどうかって議論、そもそも論になるけど、結構学者の先生って因果関係はそもそも故意の認識対象にならないんだってことを言ってるぐらいの人もいるし、あと仮に、まあ、一応因果関係ってほら構成要件要素ですから、まあ構成要件的な故意の認識対象になるんだとして、でもほら皆さん法定的複合説取るでしょ、多くの方は。そうすると同一構成要件内の事実の錯誤に過ぎないから、結局いずれにしろ実際上の当てはめした時に因果関係の錯誤を理由に故意が阻却されることってないはずなんだよね。あとはそもそも判例、早すぎた構成要件の実現の判例とかさ、あと今度逆に遅すぎた構成要件の実現ね、人を首絞めて殺したつもりが、まあ、実は死んでなかったと、でも本人行為者の方はそれが死んだと思って、まあ、砂浜に放置してたら、その後砂浜の砂捨て窒息死しちゃったっていう遅すぎた構成要件の実現ありますけど、まあ、いずれにしろ最高裁の判例でよく、ね、問題となっている、早すぎた構成要件の実現とか遅すぎた構成要件の実現って因果関係の錯誤が問題になるはずなんだけど、判例はもうそこ一切触れてないんだよね。で結局判例は因果関係の錯誤を理由に故意阻却することはありませんし、あとさっき言った通り、まあ、一応理屈を詰めてってね、こう見解詰めてたとしても、実際上やっぱ因果関係の錯誤を理由に故意が阻却されることはないんで、なかなか書いちゃいけないんですよ。ただ論点として点数は多少振られてるはずだから、まあ、書けるんだったら書いた方がいいです。でそれでどの程度書くかというと、まあ、こんな感じ、括弧4のところの三段落目ね、私の、この補助レジュメのやつ、まあ、本問では項の実行行為と部位の死の結果発生との間に客観的な因果関係が認められ、項の因果関係に関する錯誤はね同一構成要件の事実の錯誤に過ぎないため、まあ、行為が阻却されないぐらいのことを、まあ、簡単にね、書いておけば、まあ、これぐらいだったらそんな手間かかんないと思いますから、まあ、これで点数もらっておくと。でこう長々書いても結論どうせ変わんないんだから、あんまりやりすぎない方がいいんだと思いますね。ちなみにスタッフ当案さんの方は完全にここ端折っちゃってるんだけどね、まあ多少は点数振られてると思うから、書けるんだったらまあ 2,3 行でもいいからね、書いておくといいんじゃないかと思います。ただしやりすぎちゃダメよ、いちいち問題提起とかしなくていいからね。因果関係の錯誤を理由に故意が阻却されるかどうかが問題となるとかなんて、問題提起して追っ始めちゃうとね、もう必要なこと書けなくなっちゃうから、まあこんな感じで留めておくというところですね。というわけで、まとめですね、まあ、こんな感じでいくとね、まあ、一応間接性の実行行為性認められるということを前提にいくと、まあ、行為には殺人罪、
が成立することになってくるってことになってきます。そうするとさ、その当初の劇薬 X を利用した、まあ、殺害行為、まあ、それ結局、ね、殺害の結果遂げてませんけども、それとこの劇薬 Y を利用した、殺害行為、この財通関係が問題になると思います。でこの時ね、通常例えばその第一行為に関してその殺人予備にとどまった時ってさ、まあ、事案離れて一般的な話をすると、殺人予備やってその後殺人に成功したら、殺人予備ってさ強罰的事前行為ってことで、そこは別に処罰の対象にならないで殺人罪だけが、まあ、成立しますよね。ただ、本件の特殊事情っていうのは、一応その第一行為は劇薬 X で、第二行為は、まあ、劇薬 Y ってことで全く別の、まあ、毒物を、まあ、使ってるっていうことと、一応日付が、まあ、同じ日じゃなくてね、ちょっとずれてるってところだから、そこはもう皆さんの評価次第だと思うんですけど、まあ、強罰的事前行為だってことで別に予備罪を殺人罪の方に吸収させて、その後ろの、ね、殺人罪だけ成立させてもいいし、その事案の特殊性ですね、まあ、一応これは別個の行為なんだっていうことで併合罪処理しても構わないと思います。ちなみにスタッフ答案の方は理由何も書いてない、理由はあまり書いてないんだけど、併合罪っていう確か結論出してたと思いますね。で、まあ、ここはどっちが正しいとかっていうんじゃなくて、まあ、理由さえきちんと適切に付されていれば構いませんのでね。ただ基本を忘れないでね、普通は殺人予備やって、その後殺人やったら、普通は殺人予備のところは別に犯罪成立しなくて殺人罪だけで、まあ、行くことになりますので、そこの基本は忘れずにってことやね。だここってさ、もうちょっと事案離れて皆さんに考えてもらいたいんだけど、一回殺人予備やったとするじゃないですか。でその後さ、じゃあ5年後に殺害行為やったら、その殺人予備なかったことになるのかって、それはおかしいじゃない、やっぱ。だから行為が完全にもう別のものであるときは、それぞれ殺人で成立、その罪になるはずなんですよね。まあ、そういう発想なんですよ。で今回はその第一行為に関しては劇薬 X で、第二行為に関しては、まあ、劇薬 Y を使ったということで、まあなんかちょっと別の行為と言えんじゃないか、日付が一応ずれてるね、同じ日じゃないっていうところ、まあ、その辺のところを、まあ、着目すると、まあ、もしかしたら、まあ、別の行為というふうに評価してね、まあ、極端な話、1年ずれてたら絶対別の行為になると思うんだけど、まあ、それぐらいの、まあね、別々の行為と見られるかどうかとかは皆さんで、まあ、評価してもらえればと思いますね。というわけで、まあ、この辺のところがポイントのところになりますかね。あとはね、オツの在籍が問われてます。ちょっとまた問題文の冊子に戻っていきますね。このスタッフさんの冊子の2ページのところ、問題文続きになります。縦読むところです。今度ね、オツの在籍ですね、その駐車しちゃった、まあ、何の事情も知らずに駐車しちゃったオツさんの在籍が問われるんですけども、縦読で、この点に関してですね、まあ、まずオツに業務上過失致死が成立するのは、さっき前のね段落のところで刑事上の過失があるって書いてあって、で現に人死んでんだから、もうこれ完全に業務上過失致死罪になりますから、まあ、そこは軽く触れておくと、まあ、ただ過失が刑事上の過失があるってもう問題文に書かれてるから、いちいち過失がどうのこうのとかってやんなくて大丈夫だからね、そんな時間ないはずだから、他に書かなきゃいけないこといっぱいありますので、まあ、ここには問題文にも刑事上の過失があるってある以上ね、いちいち過失の判断枠組みとか立てなくても構いませんので、まあ、このところ簡単にね、業務上過失が成立するということを指摘するといいと思います。でその他ね、オツがやらかしてしまったのは、縦4のね、4行目、オツはですね、 A 病院への就職の際、甲の世話になっていたことから、 V に注射した自分はともかく甲には刑事責任が及ばないようにしたいということね。まあ、オツさんもちろんこれ殺害行為やってるっていうことは、知らないんでね、まあ、多分甲も過失犯の在籍問われちゃうのかなって多分心配してるんだと思うんですよ。まだね、殺害してるってこと知ってないからね。でもまあいずれにしろ甲に刑事責任が及ばないようにしたいんだってことで、もっぱら甲のために、その V の死亡診断書に虚偽の、死因を記載しました。でこの後問題文読んでいくと分かるんですけど、この死亡診断書っていうのは後で遺族がね、まあ、役所の方にまあ提出するものになってるんですけども、要はまあ公務所にまあ提出する診断書に虚偽の記載すると、ほら虚偽診断書作成罪っていうのはあるでしょ、まあ、担当試験の勉強でやるところですけども、まあ、一応これ虚偽診断書作成罪になると思いますね。それから同時にこれ仮にそのこれを作ることによって、この甲さんの方ね、まあ、刑事責任から免れる可能性が出てきますから、まあ、そういうようなこうね、証拠に対する不正な働きかけをしたということで、まあ、証拠偽造罪の余地も出てくると思います。それからさらにその司法官権からの発見を免れさせる行為にもなりますから、まあ、犯人隠避罪にもなると思うんですよ。だからここね、結構大変なんだよね。このいろんな行為がこの一つの行為がいろんな犯罪の、ね、構成要件に当たりうるところになってくるんですね。で実際の予備試験のね、答案に全部書けるかというと、なかなか書くの難しいと思うから、まあ、絶対落としちゃいけないものを、まあ、書くといいと思います。そうするとまずね、虚偽診断書作成罪、これはやっぱり診断書っていう言葉が出てる以上ね、絶対ここは落とせないと思いますね。で余裕があれば、まあ、証拠偽造罪とか犯人隠避罪というところに、まあ、なってくると思います。でこの点ですね、証拠偽造罪とか犯人隠避罪っていうのはさ、事故の刑事責任を免れさせるためにそれやったとしても、まあ、そもそもそれって他人の刑事事件に
に関してやった時に犯罪になるようなほらものじゃないですか。ですから、本来ね自分のため、この虚偽の診断書作成というのはこれオツ自分のためにもまあ同時になるんですが、ただもっぱら他人のためにやった時まで不可罰にはしないんだっていう一応解釈論がまああるんですよね。でその辺のところを意識してか問題文にわざわざもっぱら公のためにってなってんだよね。だから、まあ、ここのところは普通に証拠偽造罪とか犯人隠避罪成立させることは可能だと思いますね、このところね。あと最後にその虚偽の診断書をその遺族の方にですね、役所に提出させてるんですよ。それは虚偽のその診断書を行使したことに関しての官製正犯になります。だからすごい大変ね、まあ、ここのところは虚偽の、ね、診断書の行使ということで官製正犯のもう問題にもなってくるということで、書こうと思うといろいろ書けることになってくるんでね、すごく大変だと思いますね。まあ、落としちゃいけないのは、まあ、その今の、ね、虚偽診断書作成ね、これはまあ問題文にやっぱこういろいろね、診断書って言葉もあるし、まあ、虚偽っていうのもありますから、そこは落とせないと思うんですよね。あとできればやっぱその最後のところね、その遺族の人にまあ役所に提出させてるようなことが書いてあるから、その行使罪の間接正犯というところですかね、そのね虚偽のまあ診断書の行使罪の間接正犯、まあ、そこのところちょっと触れられたらいいんじゃないかと思うんだよね。ただ長々書けないね、ここのところでさっきの殺人の時みたいにさ、本格的に結果をの過程をね、結果を実現過程支配したかとかさ、行為支配したかってやっちゃうと時間なくなっちゃうと思うから、まあ、さらっとこう流していくような感じなのがいいんじゃないかと思います。で、スタッフさんの答案はね、5ページあたりがその今のねところが書かれてるんですけども、やっぱ時間がなかったのか全部は書いてないですね。例えば犯人隠避には触れられてませんね、ここのところはね、まあ、虚偽診断書作成とあと証拠偽造とね、あとは最初のね業務上過失致死忘れちゃいけないんですけど、5ページのねところのこのスタッフさんの回答例の5ページの一番最後の縦語のところ見てください。まあ、結論だけになっちゃうけど、まあ、業務上過失致死とね、これはまあ一応ね簡単に書いておいて、それから丸2で虚偽、診断書の作成とあとその行使罪書いてあるね、これ間接正犯構成してますね、その上のところでね、それから、証拠偽造 か、 だから犯人隠避は書いてません、まあ、こんな感じになってますね。あとね、私のちょっとすいません補助レジュメで誤植がありまして、ちょっと文章が途中で切れちゃってるところがあるんで、ちょっとそこだけ補充させてください。私の今度ねもう一冊の補助レジュメの方なんですけど、縦語の、すみません5ページのところの縦6の最後の罪数のところ、スタッフ当案さんは犯人隠避罪を成立させてないので、それを前提とした最後罪数処理してるんですけど、まあ、仮に、皆さんの方で犯人隠避罪を成立させるんだとしたらどういう罪数処理になるかって話ね。で文章がちょっと途中で切れちゃってるのよ、すみません。でちょっと補います。オツには1業務上過失致死罪、2虚偽診断書作成罪、3証拠偽造罪、3犯人隠避罪、ね、これがポイントですね、犯人隠避罪ね、これを足してます。それから5、虚偽診断書行使罪が成立し、で2と5ね、私のこの、ね、補助レジュメでいうと虚偽診断書作成とその同行使罪、これは手段目的だから牽連犯になりますよね。それから事実関係として虚偽の診断書を作成する行為っていうのが同時に証拠偽造にもなり犯人隠避にもなりますから、これが1個の行為が2個以上の罪名に当たるということで関連的競合になるんですよ、このね、2と3と4ね、これ1個の行為でやってるでしょ、虚偽の診断書を作成するっていう行為がイコール虚偽診断書作成罪にもなり証拠偽造罪にもなり犯人隠避罪にもなりますから、簡単にメモするんだったらこの下にね ② ③ ④ は関連強って書いていけばいいんじゃないかな、ここのところね、まあ、皆さんの実力だったら多分それぐらいのメモで大丈夫だと思うから、 ② ③ ④ は関連強で、最後にこれらとその最後ほら ① 残ってるから業務上過失致死ね、これが残ってるからこれらと ① が併合罪って形で、まあ、書いてもらえればいいんじゃないかと思いますね。というわけで簡単にメモするだろうね、2、3、4は関連強でこれだと1は併合罪って感じで書いておいてもらえればと思いますね。あでここはあまり詳しく書かないで大丈夫よ、スタッフさんの回答例の方はただ証拠犯人隠避が入ってないだけであと全部一緒なんで、そこのところ後でスタッフさんの答案見ておいてもらえればと思いますね。まあ、罪数処理はスタッフさんの成立罪名からしたら罪数処理のところはまあ適切にできていると思いますのでね、まあ、後でこっちの、スタッフさんの答案の方を見ておいてもらえればと思いますね。はい、というわけで刑法はじゃあこんな感じでね終わりにしまして、次は刑事訴訟法いきましょう。で刑事訴訟法はねまず簡単に問題文を確認しておきますとね、このこちらのねスタッフさんの方の冊子をちょっと見てもらいたいんですが、係争に関してはね、8ページのところを見てください。問題文です。
で設問から先見ちゃおうと思うんですけども、8ページの下の方に設問1で丸1現行犯逮捕の適法性っていうふうに書かれてます。でこれはねさすがに予備試験の担当試験通った人だったらもう何の問題もないと思うんだけど、これ現行犯逮捕の適法性聞いてるのに、逮捕した人が現認してないんですよ。目撃者の、要は犯人の特徴とかそういうの聞いてそれでやっちゃってるのね。ってことは、一応基本知識が入ってる人だったらこれ即違法っていうふうに判断できるから、あんまり長々ねやんない方がいいと思いますね。でこの点に関してはですね、私のじゃあ補助レジュメでちょっと見ていこうかと思うんですけども、もう一冊のね冊子を見てください。でここの現行犯逮捕のところはですね、今後皆さんが予備試験、受かった後に司法試験の方にね今度進出こうステップアップした時にまた使う知識だから、ちょっと基本知識確認していこうと思ってます。そこで私の補助レジュメの6ページのところですね、現行犯逮捕ね、これはよく覚えておいてほしいのね。で黒丸ついてるところはね答案に書いたりとかする時があるから、ちゃんと理解して記憶しておいてほしいところなんですけどね、そんな感じでね、現行犯逮捕というところで、括弧1異議、現に罪を行いまたは現に罪を行い終わった者は現行犯人として逮捕状なくして、逮捕することができるんだと、憲法の、令状主義の例外になってますね。で、その、例外として、強要される趣旨というのは現行犯の場合は非逮捕者、要は逮捕される人が特定の犯罪の犯人であることが、明白、要は、犯罪と犯人が明白で誤認逮捕の恐れがないから、故に、無令状での逮捕が例外的に令状主義の例外として許されるんだということになってきます。でその要件ですけれども、括弧にちょっと手続き的な要件を置いといてね、実態的な要件ですけど、まず丸1これね現行犯性です、時間的な接着性、それから丸2犯罪と犯人の明白性ですね、それからちょっと細かいけど逮捕の必要性とかその他要件があります。で今回ね、とりあえずこの丸1の現行犯性とこの明白性、ここのところをしっかりと見てもらいたいと思うんですけれども、それがですね、最後の、ブロックを見てください。6ページの最後のブロック一番下のところね、ここが今回のあれだな予備試験の問題の核心のところになりますけど、現行犯逮捕が令状主義の例外として強要された趣旨はね、さっき言った通り、その明白だからね誤認逮捕の恐れがないんだという話でしたよね。ってことはこの趣旨が要はね、全うされるためには、下から3行目ぐらいかな、線引いてあるとこ、犯罪と犯人の明白性は逮捕の現場における客観的外部的状況などから、要はね大事なのはここね、ちょっと太字にしといたけど逮捕者自身これが認識してるってことが重要になってきます。そうするともうこれ逮捕者自身が認識してない事案だから、あんまり多分なかなかやんない方がいいと思うんですよ、設問1はね。で設問2結構大変なんです。後でちょっとね見ていきますけど、設問2結構大変だから、設問1のところはさっさと、もうピンポイントで現行犯逮捕の適法性、要は緊急逮捕とか準現行犯逮捕とか聞かれてないんですよ。もう現行犯逮捕の適法性って形で問題文に書かれてますので、要件さっさと立ててね、当てはめの等をやってさっさと違法だっていう結論を、出しちゃった方がいいんじゃないかと思うんですよね。そんな感じのところになります。一応7ページ見てください。設問1の考え方の方向性、設問1の現行犯逮捕は被疑事実となっている本門殺人事件の犯行から約30分後、犯行現場から約2キロメートル離れているため、現行犯性の要件を満たしているとは言いにくく、さらに、逮捕した人自身が、見てるわけじゃないから、明白性の要件も書くから明らかに違法な事案ですからね、さっさと要件立てて、違法だというところを出してください。でこんな時にさ、例えば聞かれてもないのに緊急逮捕としてなら適法とか やんないでくださいよ。現行犯逮捕として適法かっても聞かれてるんだから、余計なこと書いちゃダメですからね。今度もね、知識を別に聞かれてるわけじゃなくて、説明にちゃんと答えられるかどうかってことを聞いてますんでね、余計なことは書かないようにしてください。緊急逮捕の多分要件は満たしてると思うんですよ。後で皆さん家帰ったら復習して続きにちょっとそこ意識してね見てもらえればいいと思うんだけど、緊急の要件は満たしてると思うんだけど、そこは聞かれてませんのでね。さてそうするとね、今回のやっぱポイントは設問2の方になりますね。でこれは今後も皆さんが役に立つところだと思います。このところね、設問2のところね、司法試験の方でも役に立つでしょうし、あと今年今ね試しにこの分析会来て、来年以降また予備試験受けるんだっていう人にとってもすごくね今後役に立つと思いますね。でこれって似たような問題、ソインの話なんですけど、平成ね25年にもこれと似たような問題が出てるんですよ。ちょっとこう場面がだいぶ違うんでね、ちょっと分かりづらいかもしれないんだけど、結局聞かれてることはそんなに変わんないところで、25年に出たばっかのところなんですよね。でちょっと見ていきますと、設問2のところね、問題文の冊子の8ページの一番下のところになります。丸2の公訴事実、殺人罪の共謀共同正犯の事案でですね、でその共謀だけやってる人が共謀の存在を否認してね、俺は全然関わってないんだってことで頑張って否認してるような殺人罪の共謀共同正犯の事案なんですけども、丸2の公訴事実は訴因の記載として罪となるべき事実を特定したものと言えるかについて論じなさいっていうふうになってます。で丸2の公訴事実を問題文でちょっと確認しますとね、下線が引いてありますよね、問題文のなんか真ん中辺よりちょっと下あたりのところね、被告人はこの方共謀の
の存在否定している、あの否認している被告人の方なんですけども、被告人は公と共謀の上、公があの実際現場で実行行為しています、まあ、被告人は公と共謀の上、平成29年5月21日午後10時頃、まあ、場所は細かいところはいいとして、どっかの路上においてね、V に対して殺意を持って公が、だ実行行為者は公だね、被告人じゃなくて公が、サバイバルナイフで V の胸部を1回突き刺して、よってその頃同所において同人を、左胸部ね、刺創による失血により死亡させて殺害したものだ、この公訴事実で起訴されました。でこれで説問1が、まあ、丸2の公訴事実は訴因の記載として罪となるべき事実をとして、ね、特定したというふうに言えるのかということで、まあ、聞かれてますね。それから、説問2の、証問2の 方ですけども、丸3の検察官の釈明した事項が訴因の内容となるかという話なのね。でその釈明した内容を確認すると、問題文の下の方でやっぱりあの丸3って線引いてあるところがありますけど、丸3、オツは公との間で平成29年5月18日、公方において部位を殺害する旨の共謀を遂げたと。当初の訴因はあの共謀の日時と場所が書かれてなかったんですよ。でそこで、ちょっとねそこを検察官の方が具体的に、共謀の日は29年の5月18日で、場所は高価だってことで、ここを釈明しました。でこれが訴因の中身に入るのかどうかってことを聞くのが証問2のところになってきますね。まあ、検察官の釈明した事項が訴因の内容になるかについて、まあ、論じなさいというようになってます。これはもうまさにあの予備試験でいうと25年にもうほぼあのちょっと問われ方は違うんですけど、同じことはあの実績には25年のあの方でもすでに聞かれているところ、そのままほぼ、ね、出してきてますね。そして、立て3、裁判所が証拠調べにより得た心証に基づき、オツについて、まあ、こういう心証を得たみたいなんですけどね、まあ、オツは公との間で検察官が釈明した共謀の日時と違ってね、検察官はあの上の河川丸さんのところで5月18日ってまあ言ってますけど、裁判所はまあ証拠調べ結果した結果、共謀の日は5月11日だと、まあ、場所は高方で同じなんだけどね、ちょっと共謀の日が違うということで、この5月11日の共謀を認定して有罪判決を言い渡しすることができるのかっていう話になってますね。これも実質的にはあの25年の予備試験の方でもすでに聞かれてるから、まあ、ちょっとこう問い方とか説問の形式は違うんですけど、もうほぼね全く同じような問題をまた出してきました、25年のね過去問とね。でこの点に関する、基本知識はね、これちょっと残念ながらスタッフさんの答案は分かりづらいんですよ、ここの、説問2に関しては。そこでちょっと私の補助レジュメを、ね、使って、こういう基本知識が、あれば、まあ、大丈夫なんだと、まあ、25年にも出てることだからね、やっぱさすがに予備試験本気で受かろうと思ったらこれぐらいのことは事前に頭に入れておかなきゃいけないと思うんですけども、そこのところちょっとあの基本知識入れていこうと思ってます。でですね、私の補助レジュメの方の8ページのところを見てください。こちらね、控訴の定期、第2章控訴の定期っていうふうにやってます。あ、すいません、あとこれあの私のねインプット講座、矢島の即死インプット講座のテキストから抜粋してるんで、章とか急に2章とかなってるけど、あのすいませんね、ちょっとあの心のところはすいません、そのままテキスト引用しちゃったんで、ちょっと番号がねいろいろ途中飛んでますけども、ちょっとご了承ください。でこの点ですね、控訴の定期に関して縦1の括弧1異議、控訴の定期は裁判所に起訴状を提出してするところね、起訴状には被告人を特定するに足りる事項のほか、まあ、控訴事実と罪名記載しないといけないんだと。で今回ポイントになるのはこの控訴事実ですね、括弧2控訴事実で、ほらさっきあの説問にね、控訴事実丸2は訴因の特定としてちゃんと大丈夫なのかってまあ聞かれ方してますけど、今回の、メインはこの控訴事実のところ聞かれてます。で括弧2の矢印のところですね、起訴状には控訴事実を記載しなければならない、256条の2項の2号ですね。で、控訴事実は訴因を明示して記載しなければならず、訴因を明示するにはできる限り日時場所を方法を持って、ほら罪となるべき事実を特定で、説問戻るとさ、説問1がほらまさにこれでしょ、丸2の控訴事実は訴因の記載しとして罪となるべき事実を特定したものといるかについて論じなさいってなってるから、ここのところピンポイントで聞いてるんですよ、この説問のね2の証問1のところはね、ここのところなんです。で括弧3の訴因のところですけども、訴因とは検察官が主張する特定の犯罪の構成要件に当てはまる具体的事実を言ってきます。で、訴因の機能に関しては2つありまして、この下丸1、訴因は検察官が審判を求めている起訴状記載の訴因とそれ以外の事実を区別することで、まあ、審判対象を確定する。でこの確定ってあの漢字、この漢字使いますんでね、あのこの下、確実の確じゃなくてね、こちらの絵を描く図とかね、そういう確定というのを使いますけども、審判対象を確定する機能を有するということで、これは識別機能と言います。それからもう一つね、丸にその被告人に防御対象を明らかにするというそういう機能もありますね。というわけでこの2つの機能が訴因の機能になってます。こういうのがね、後でその訴因の特定の解釈論に生きてくるんですよ、こういうところね、まあ、こういうのを聞いてます、25年の問題も29年の問題もね。そして
9ページのところですけれども、1個目のブロック、ソインの識別機能と防御機能との関係をどう捉えるかにつきましては、現在の判例実務は、まずね、大事的にはやっぱ審判対象の確定、これがもうソインのもう大事的な機能なんだと。で、これがまあ尽くされれば、その限度であの防御機能が尽くされるんだって、そういう発想なんですよ。だからとにかくまず第一、審判対象の確定機能ね。で、これ踏まえてさ、ちょっと今日はあんまりやらないですけど、ソイン変更の要否が問題となった平成13年の最高裁の有名な決定あるじゃないですか。これの考え方があのままあの規範に出てますからね。審判対象の確定に必要な事項が変われば、もうそれは被告人の防御に関係あろうがなかろうが、とにかく絶対ソイン変更必要なんだっていう規範立ててるじゃないですか。まあ、その後、あの規範続いてますけどね。そういうの全部ね、あのこういう発想から全てあの言ってます。判断枠組みなんかはね。で、ソインの特定の対象というところなんですけども、それが E のところですね。 E のソインの特定の対象で矢印256条3項はソインを明示するにはできる限り日時場所方法をもって罪となるべき事実を特定しなければならないと規定しています。これによればソインとして特定されなければならないのは罪となるべき事実、これはあの有罪判決にあの書かなければいけない、ね、ものの一つなんですけど、罪となるべき事実であり、これを日時場所方法で、特定していく必要が出てきます。で、この次のところですけど、罪となるべき事実とは特定の犯罪の構成要件に当てはめる具体的事実を言います。ここすごい大事ね。この特定の犯罪の構成要件に当てはめる具体的事実だから、ソイン、あの設問2の証文1はソインとして特定されてるかっていうふうに聞かれてるんだけど、ここですよ。ちゃんとね、殺人罪の本件における殺人罪の共謀共同正犯について、その特定の犯罪の構成要件に当てはめる具体的事実がちゃんと全て適時されてるかどうかということを聞かれてます。ちなみに未遂とかその共同正犯とか教唆幇助みたいな修正された構成要件に該当する事実もここに含まれてくることになってきますね。で、スタッフさんの答案のちょっとまずかったところは、あのここのところを多分ね、よく理解してなかったのか、殺人罪の単独正犯を前提に途中まで書いちゃってるんですよ。ただここのところはやっぱ殺人罪の共謀共同正犯というのは刑法でいうと殺人罪の199条だけじゃなくて、そもそも60条が最初に来ますからね。刑法60条と199条、その構成要件を満たすだけの事実が最低限ちゃんと入ってるかどうかっていう観点から、そういうの特定の有無を判断していくことになってきます。で、後でスタッフさんの答案、あのちょっと授業中時間がないから見ませんけど、殺人罪単独正犯前提に先に書いちゃってるもんだから、その後の文章すごく分かりづらくなっちゃってるんですよね。というわけで、そこのところをちょっと気をつけてもらえればと思います。ちなみにその書き方みたいのはね、この補助レジュメにあの具体例として書いてありますんでね、ちょっと後で見てみましょうか。で、この後ですね、右のところ、ソインの特定の程度ってところですね。私の補助レジュメで矢印のところですけども、ソインは罪となるべき事実を、できる限り日時場所法を持って特定しなければいけないと、256条3項で。ソインの特定の程度についてはもう識別説前提にいきますけど、1、これ覚えておかないといけないのね。特定の構成要件に該当するかどうかを判定するに足りる程度の具体的事実で、この特定の構成要件というのは今言った通り、共謀共同正犯の事案だったら、ちゃんとその修正された60条199条ね、殺人罪の共謀共同正犯の事案で言えば、ちゃんとその60条199条、その構成要件に該当するかどうかを判定するに足りる程度の具体的事実を適時して、でさらに、他の犯罪事実と識別しうる程度に特定されると、別の殺人罪の共謀共同正犯もあるかもしれないから、その別の事件じゃないよということが分かるぐらいの事実を、できる限り、日時場所方法を持って特定していくんだってことになってきます。で、以上まとめますと、ここを覚えておいてください。黒丸つけておきました。これ、1、特定の構成要件に該当するかどうかを判定するに足りる程度の具体的事実があるかどうか、そしてそれが同時に他の犯罪事実とちゃんと区別できる程度の、記載になっているかどうか、この観点から考えていくことになってきますね。あとちょっとおまけですけど、最後のブロック、上記1、2の事実以外の事実で被告人の防御にとって重要な具体的事実もあり得るんですが、ただそれはその上の、1、2からするとソインの特定には必要な事項に当たらないということになってきます。ちなみにソインの機能に関して識別説じゃなくて被告人の防御こそが大事だっていう、防御建設というのが あるんですけど、それに立つとこの今の最後のブロックの事実までソインの特定に必要なあの事実になっていくんですよ。ただ判例実務は、平成13年の最高裁決定も含めてそこまでソインの特定に必要なものとは考えてませんで、この1、2、これだけがソインの特定に必要なものだというふうに言われてます。というわけでこの3、1、2も当たらないけども被告人の防御にとって大事なこと、これはソインの特定にはいらないということになってきますね。実はこの辺のところが証文の2、3のところに影響してきますね。あと25年の予備試験の問題はやっぱここのところがちゃんと理解できてないと処理できないような問題が出てました。で、ここの辺のところってさ、あんまり予備校の方に書いてないから大変なんですよ。で、ちゃんと勉強していかないと大変。でも予備試験も2回出してるからね、25年と29年で。あと実際皆さんが司法試験受かった後に実務に立った時にやっぱこういうのが分かってないと、こういうのは現に現場でね、法廷でやっぱり問題になるわけだからね、こういうところが分かってないといけないということで、それでね出してるんだと思うんですよね。こういうところ大事だからね。で、ちなみにちょっと具体例ね、皆さんピンとこないと思うから具体例、これは10ページです。私の補助レジュメのね、
まあ、これも私 の、 あのインプットのテキストからそのまま抜き出してきちゃったんですけども、まあ、例えば、被告人 A の V を被害者とする殺人罪のまず単独犯の場合であればこうなります。でちなみにこのスタッフさんの回答例ね、単独犯前提に 最初書いちゃってるんですよ。あの60条の共謀のところをあのちょっと無視してね、あの最後の方になぜか突然入ってきちゃうんだけど、あのそういうになっちゃってるからよくないからね。でちなみに単独犯だったらこう書きますね、例えば犯行の日時を具体的に特定できる証拠がなかったために被告人 A は平成29年8月1日から同月15日頃の間にということで、この日時にちょっと幅がある記載しちゃうと、で V 方において殺意を持って、何か紐状のものを、ね、V の首に巻きつけてその両端を引っ張り寄って V を窒息させて死亡させたとしてね、犯行の日時にある程度幅のある訴因を記載したとしても、まあ、結局殺人事件でさ、当該被害者に対する殺人事件って1個しかないから、まあ、これぐらい日時にあの幅があっても特定できるんですよ。あと同時にこの記載で刑法199条ね、要は人を殺したっていうあの要件に当たる事実もあの明らかになってますから、まあ、丸1も満たすし、あとさっき言った通りね、あの死の結果、 V の死の結果って1個しかないから、まあ、これぐらい日時にあの幅があってもあの他の殺人事件と他の、ね、V さん以外の殺人事件と区別することができるんで、これでもいいんですよね。まあ、こんな感じで考えていきます。ただもう一つね、次の段落、またこれね、ガムの万引き、あの例えばさ、コンビニエンスストアとかで、まあ、なんかガム1個万引きするってなると、まあ、その人ってほら他のところでもいっぱいやってるかもしれないじゃないですか。そうするとやっぱ日時はね結構大事になってくると思うから、そこはちゃんと特定としてほしいんだよね。まあ、その今回起訴されてるのとまたなんか違う万引きやってた場合にそこと区別できなくなっちゃうから、まあ、仮に刑法235条の窃盗罪の、まあ、そのね、他人のまあ物、あ、その勝手にあなんかそのね、その財物摂取っていうところで、そこ当てはまるようなことが書かれたとしても、その前のページの丸1 の、 あの要件は満たすんだけど、丸2の要件は満たさなくなりますから、そこで日時とか場所なんかで特定してあげると、まあ、そういうの特定の丸1丸2の要件ともに満たして、ね、それが満たされるということになって、そういうの特定に欠けるところはないというふうに判断していきますね。で殺人の共謀共同罪の特定、これが今回 の、 あの予備試験で聞かれていることですね。10ページの次のね、次のブロックのところです。共謀共同罪犯の成立要件について、あ、でとりあえずね、殺人というのはちょっと置いときましょう。まあ、一般的にこの共謀共同罪犯の成立要件につき、あの判例ね、練馬大法廷事件ってあの刑法で一回勉強するやつですけども、それが採用しているとされる二要件説に立つと、あのここはあまり細かく刑訴法の方で踏み込まなくていいからね、共謀共同罪犯の要件でさ、刑法で実際勉強すると受験生って多分三要件説取ってると思うの。あの共謀と正犯性と、あとその実行行為ね、やってると思うんだけど、とりあえずあのこの刑訴法の方はあんまりその刑法のところ踏み込んでなくて、まあ、判例の見解前提にやってるんですよ。で判例はあの二要件説でやってるって言われてます。ちなみに、判例の二要件説ですと、共謀共同罪犯の成立要件っていうのは、まあ、共謀と実行行為なんだけど、その共謀の中で正犯性とか見てるのね。だから結局あの三要件な、もうどの見解と等が見てる要素は同じなんですよ。ただそれをどの要件の中で見るかっていうふうに違いに過ぎないんでね、あまり突っ込まないようにしててください。刑訴法の方はそこまで書いてないから、まあ、とりあえず判例の見解前提に二要件説でいきます。で詳し、その後ですね、2行目、共謀共同正犯の成立条件、刑法6条に該当するのに必要な事実は、まあ、特定の犯罪の共謀の事実と共謀者のうちのいずれかの者による共謀に基づく、まあ、実行行為ですね。まあ、共謀した人の範囲の中のさ、人が誰が実行行為すれば一部実行全部責任、全員負わされるわけでしょ。だから誰が実行行為したのかってあんまり関係ないんですよ、共謀共同正犯の場合ね。その共謀者の範囲は明らかにしなければいけません。その共謀者の範囲を明らかにして、その人たちで共謀した、特定の犯罪を共謀したってことは絶対必要なんですけども、そのうち誰が実行行為したのかってところは関係ないのね。一部実行全部責任で結局全員があの正犯の責任を負わされるからね。まあ、そんなところが一つ共謀共同正犯のポイントになってきますね。で、補足するとっていうところですけども、共謀共同正犯は一部実行全部責任として共謀者全員に犯罪結果を奇跡するものであるため、まあ共謀者のうち誰がね、誰かが実行行為したという事実は訴因の特定に必要であっても、これ、ね、共謀者のうち誰か、とにかく共謀者のうち誰かがやってなきゃいけないんですよ、共謀共同正犯で一部実行全部責任を負わされるにはね。ただ共謀者のうちの誰が実行行為したという事実までは訴因の特定に必要な事実はないんですね。そしてまた、共謀の日時場所なんですけれども、これも結局ある行為がされた時は、その行為ってさ、まあ、何かの共謀に基づいてるはずなんだけども、その日時場所って関係ないでしょ。まあ、そういうその実際に起こった結果についての共謀したってことが大事であって、それがいつされてようが、まあ、実際共謀って1日でやることをでやってればいいけど、そうじゃなくてさ、まあ、何日もこうなんか綿密にやってたりとか、あるいは順次共謀みたいな形でね、なんかその日その日でなんか中に入ってる人が違うみたいなこともあり得るんで、あんまり細かく見てるとね、あの共謀共同罪犯結局成立しなくなっちゃうからね、刑法的にもね。というわけで、まあ、共謀共同罪犯どの程度まで特定できてればいいかっていうと、結局発生した結果を基準に考えて、まあ、それがその共謀に基づいてるものであれば、まあ、全部責任を負わせられるでしょうってことになってるんで、まあ、結局共謀の日時とか場所っていうのはそういうの特定に必要じゃないということになってきます。ただね、あの
さっきの、ね、防御建設の観点からすると被告人の防御にはすごく重要なことだから防御建設に立ったときは特定に必要なことなんですよ。ただ識別説判例の見解である識別説に立った場合はそれは別に即特定に必要なことではないことになりますね。共謀共同正犯において誰が実行行為をしたのかとかその共謀の日時場所ねというような違いが出てきますね。まあ、そこのところが一つ、ポイントになってます。でねその辺のところからすると、要はだからここを書いてくれればいいんだね。この共謀共同正犯の素因の特定という今の私のこの補充一面のところを、この理解して、このさっきの設問2の証問1を答えてもらえればいいんだと思います。この、ね、また問題文戻ると丸2の公訴事実要は殺人罪 の共謀共同正犯の公訴事実ですけども素因の記載として罪となるべき事実を特定したものと言えるのかって話になってきますね。で公訴事実丸2に見るとさ要は共謀の日時と場所の記載がないんですよ。ただそこを抜いても刑法60条199条の要件は満たすぐらいの事実書かれてますから、まあ、結局さっきの素因の特定の要素の丸1丸2それは満たしてると思いますこの事案ですとね。あとまあ実際実もこんな程度なんだよね。最初先に起訴状を出す時の起訴状公訴事実で大体こんな感じのことぐらいしか書かれてないんですけども、まあ、大体これで十分特定はできてると思いますね。というわけでここのところがまあ証問1のところになってきます。というわけでこれをね、基本知識として入れておいてもらえれば今後の試験に役に立つからね。要はこの問題の回答例だけ覚えても今後の皆さんのためにならないんですよ。この今の基本がちゃんと分かってないとねまた違う問題じゃあ窃盗の共謀共同正犯だったらどうなるのかとかさあと今回のたまたまその日時のところが問題になってますけどもそれ以外のところほら問題にしてきた時にさ全然応用効かなくなっちゃうでしょ。だからちゃんとそのさっきのね私のテキストのまあインプットのテキストのね車のところをしっかり理解して置いてほしいのね。どんな問題が出てもあそこを対応できるようにねしてもらえればと思いますね。さてで今度ですね、証問2の方ですね。設問2の証問2問題文丸3の検察官の釈明要は共謀の日時と場所を明らかにしたんですよ、ね、当初の公訴事実には共謀の日時と場所が全然書かれてなかったんですけども、まあ、それを検察官が釈明して、29年5月18日高方でってことで、やりました。でこの点に関してはねこれもまさにあれだね前に予備試験で25年にも同じような論点が出てましたけども素因の特定に必要ここ皆さん頭柔らかくして考えてね素因の特定がされてないと公訴提起が、まあ、法の手続きに違反するんだってことで公訴棄却判決が、まあ、されちゃうんですよ。要は違法な起訴ってことで素因が特定されてないとね素因の特定を要求するその刑訴法の規定に公訴提起が反するということで公訴棄却判決されちゃうんです。あとで私の補助レジュメに書いてあるから、まあ、見ておいてもらいたいんだけど、そんな感じになってきます。でこの点その起訴状記載 その公訴事実に、ね、素因が十分特定されてないときに裁判所っていきなり公訴棄却判決をするんじゃなくて公訴棄却判決って要は一時不再履行がないから結局再訴できちゃうんですよ。そうするとそういうのも全部書いてありますから私の補助レジュメにね。でそうすると、まあ、再訴できちゃうから結局また検察官の放しにするわけにいかないからまた起訴するでしょ。でそれってでも裁判所にとっても検察官にとっても被告人にとってもねみんなにとって時間の無駄訴訟経済の無駄だってことだから裁判所の方はいきなりその公訴棄却判決をすることはありません。そこでどうするかというとその素因の特定に不可欠な事項がその起訴状の、ね、公訴事実に書かれてないときは釈明してその公訴事実を特定素因を特定させるようにします。でその時仮にその素因の特定に不可欠な事項を釈明した場合はそれは当然ねその違法な起訴を適法にするような重要な釈明になりますからそれは当然素因の内容になってくるんですよ。それによって、まあ、その瑕疵のある素因がちゃんと特定されたってことでその後の公訴提起はまあ適法なものとして、まあ、審理が、ね続いていくことになってきます。というわけでここ場合分けなんですけどもその検察官が裁判所の釈明に応じて釈明した事項が素因の特定に不可欠な事項であればそれはそのまま素因の内容になります。一方ここがだからこの証問2のポイントだよね。素因の特定に不可欠ではない事項に関しては素因の内容にならないと言われてるんですよね。ここのところね識別ですからは防御建設に立てば、まあ、防御にとって重要な事項もほらさっき言った通り素因の特定にすごい大事なことだからね、まあ、特定に関わるってことだから当然素因の内容になるんですけど、まあ、判例の立場である識別説に立つと、まあ、さっき の私の補助レジュメの丸1丸2に当たらないようなものはどんなに被告人の防御にとって大事なものでも素因の中身にならないんですよ。そこのところね素因の特定に不可欠なものに変わる、あ、すいません、ちょっと言い方間違えました。まあ、その、釈明しても結局素因の特定に不可欠なものじゃないからその釈明によって素因の内容になることはないっていうそういうイメージですね。ここのところね。というわけでここ場合分け、ね、してください。素因の特定に不可欠なことを検察官が釈明したらそれは当然素因の内容になります。ところがその不可欠じゃないことを釈明してもその内容は当然には素因の内容になりません。ただし
共謀の日時場所っていうのは、まあ、一応総員を特定するのに役に立つものではあることは間違いないでしょ。その特定の不可欠な要素ではないけど、まあ、その特定するには役に立つことには間違いないじゃないですか。ですので、検察官がそれを釈明したからといってそれだけを理由に直ちにその総員の内容にはならないんだけど、仮にそれを検察官が総員変更の手続きをちゃんと取ってね、総員の中身に入れたときはそれは当たり前だけど総員の中身になりますからね。そもそもほら起訴事実、最初に起訴状を出しますけど、そこに最初から仮に共謀の日時とか場所書いてたとしたら、それも当然その日時場所に関するものも総員の中身になってきますから、要はそのここでのポイントっていうのは、総員の中に明確に入って形式的に入ってないものを検察官が釈明することによって当然に総員の中に入るのかどうかということを聞いております。もともと書かれてれば日時場所っていうのは当然その特定には役に立つ、不可欠なものではないけど役に立つものでありますから、まあ、当然総員の中身になっていくんだけども、それをその総員変更手続きとかもしないでね、起訴状にも書いてないで総員変更手続きもしない、単に検察官が釈明しただけでそれで総員の、内容になるかっていうと、そこは否定なんですよね。というわけでそこのところ聞かれてます。でここもだから本に書いてないんだよね、ここのところもね。まあ、あんまり受験生が見るような本にはちゃんとした本には書いてあるんですよ。実務出るようになったらだってこれ分かってないと仕事できないから、当然ね、あと皆さんが修習入った時は当然こういうの分かった上で前提にこう検察修習とか刑事裁判修習とかやることになりますけれどもね。でもあんまり受験生がこう見るような本に書いてないんだけど、そこ大事だからね、予備試験やっぱり25年と29年出してきてるんだよね、このところね。まあこの辺のところが分かってればいいんじゃないかと思いますね。というわけで、じゃあ結論どうなるかというと、まあ、共謀の日時と場所を、まあ、検察官が釈明してますけど、今の理屈からすると総員の内容には当然なりませんので、そこのところが、まあ、証文2の、答えになるということですね。で今度最後、証文3のところなんですけど、じゃあそれを、まあ、そのまま裁判所が何ら手続きを経ずね、例えば総員変更の手続きとかその他何かこう被告人に防御をね、その結局ほら突然裁判所が5月11日が共謀の日だっていうふうに言ってるけど、そこ防御してないわけじゃないですか、被告人の方はね。争点の方で検察官が18日に共謀したってことになってるから、問題文を見ると分かる通りこの18日の共謀ルームに関してお互い攻撃防御を尽くしてるわけだよね。そこを裁判所が突然11日だっていう認定を、ね、しちゃっていいのかって話なんだけど、これはなんかまずそうなんだよね。でもそれを、どういう理屈でまずいっていうふうに言っていくのかって話なんですよ。要は一番いいのは、皆さんこういう時どうすればいいと思います？一番いいの、一番被告人にとって要は確実な、ね、防御権与えるのに確実な手続き、それは、まあ、総員変更手続きをしてちゃんとこの18日の防御を総員の中身にちゃんときちんとね、単に検察官が適当に釈明するだけではなくてちゃんとその総員の内容に入れていくのが一番いいんだと思うんですよ。ただこの時にちょっと引っかかっちゃうのが、総員変更の要否に関して判断した平成13年の最高裁の判断枠組みあるじゃないですか。でこれおそらくね、総員変更が必要なところに当たんなくなっちゃうんですよね、それやっていくと。でそれをちょっとご紹介します。私の補助レジュメ、で今のね、その私が今ベラベラ喋ったのはこの私の補助レジュメの11ページのところに書いてあるからね、総員が特定されてない場合における裁判所が、取るべき措置っていうところに書いてあります。で、12ページね、じゃあ今度証文さんとの関係で、じゃあ総員変更しないでこういうね、裁判所が事実認定できるのかって話なんですけども、総員変更の要否の判断基準、これは平成13年決定ですね、これが参考になります。でそれの論証例ですね、まあ、これも私のちょっとインプットテキストがそのまま、すいませんね、速習インプットからそのまま持ってきちゃったやつで、もうちょっとすいませんけども、論証例ちょっと見てください。これに当てはめていくとさ、どうなるか、まあ、総員の機能が一時的にはその識別機能なんだっていうことを踏まえて、それで6行目からね、ここが規範です、まあ、判例の、ね、規範になりますけどね、結論部分。1、審判対象を確定するのに必要な事項が変動する場合は、これはもう被告人の、ね、防御にもう役に立つか有利不利問わず、まあ、必ず総員変更が必要になりますね。でこの点ほらさっき共謀の日時のところは別に不可欠な、特定に不可欠な事項じゃないから、この観点からするとまず総員変更は必ずしも必要じゃないことになってきます。そして今度2、また審判対象の確定につき、ね、必要な事項でなくても被告人の防御にとって重要な事項を検察官が、ここなんだよね、判例総員に明示した場合はっていう、まあ表現をしてるんですよ。単にこの釈明するだけではなくて、まあ、これが総員の内容になるんだってことを明示した場合は、裁判所がそれと実質的に異なる認定するにはね、まあ、やっぱ防御の、ところも考えなければいけないから、原則総員変更必要なんだと。ただまあ例外があってね、最も以下ですけども、まあ、審理経過からね、被告人の不意地にならず、かつ認定された事実もまあ被告人の不利益にならないと。最後のこの被告人の不利益にならないというのは、まあ、量刑的なところでまあ見ていくんですけどもね、その最後の不利益のところはね。
まあ、そんな感じでまあ考えていきます。でここのところなんですけれども、さっき言った通り審判対象の確定に必要じゃない事項を検察官が釈明をしてもね、それだけでは訴訟の中身にならないということを先に証文2のところでやっておいたじゃないですか。そこと整合的にここを考えていかなければいけないの。仮にその審判対象に確定に必要じゃない事項であっても、その訴訟の中身になるんだという見解を取っておけば、この丸2の、ね、規範使っていけることになると思うんだけども、まあ、さっきの、ねところで訴因の内容にならないというふうにやっちゃったから丸2はそのまま使えないんですよね。だからここがちょっとひねりが、あるところなんだと思うんですね。でこの点ちょっと参考になる判例がありまして、この12ページの、ね、最後のブロック見てください。私の補助締め、訴因変更の要否の判断枠組みを示した平成13年決定に即して本文を考えると、まず共謀の日時は審判、さっき言った通りね、証文2で検討した通り審判対象の確定に必要な事項でないため丸1の観点から訴因変更が必要な場合に当たらないと。次に共謀の日時は被告人の防御に重要な事項であるが、これを検察官が訴因として明示していないためね、もともと起訴状とかにさ書いてくれて訴因として明示されている場合はもちろん別なんですけど、でもそうじゃなくて単に釈明しただけの場合はね、訴因として明示していないため丸2として訴因変更が必要となる場合には当たらないということになってきます。だからここは応用を聞くようにしておいてね、事案が変わって共謀の日時を最初から起訴状の公訴事実の中に入れていれば当然これって丸2のところで引っかかってくるからね、丸2、丸3のところで引っかかってくるんだけど、今回は起訴状に入れてないんですよ、それをね。だから訴因としてもう明示されてないから丸2とか丸3がそのまま使われる事案じゃないんですよね。というわけで、今のブロックの4行目かな、丸2として訴因変更が必要となる場合には当たらないということになってきます。したがって裁判所が証文3の事実と認定して有罪判決を言い渡すには訴因変更不要になります。ただこのまま終わりにするとちょっとね、実務的に受験生的にも まずくて被告人ものすごい不意打ちになるじゃないですか。でこういう時にねどうするかというと、参考になる判例がこちらですね、淀号のハイジャックの事件があるんですけど、13ページ見てください。争点の顕在化という、ね、話です。争点の顕在化を問題とした判例をご紹介します。共謀共同正犯の事例で、暴議の日時が特定されないまま起訴されね、その後検察官が冒頭陳述において暴議の日時が3月12日から3月14日までの間として釈明したところ、これもだから訴因の内容にちゃんと入れてないんですよね。起訴状には何も書かれてないんで、起訴状記載の公訴事実欄にはこういうところちゃんと書かれてないんですけども、それを、ね、検察官釈明しました。3月12日から3月14日までと釈明し、で被告人が3月14日の夜にのアリバイを主張して、でもっぱら、ね、そこに攻撃防御が集中したんですよ。この3月13日の夜に、防御したのかってことが一審と控訴審でずっと攻撃防御を尽くされてたのね。4行目の終わりの方ですね、控訴審が一審でも控訴審でも争点とされていなかった12日夜の、防御の存在を、ね、ところが認定してしまいました。で最高裁は、12日夜の防御の損否を控訴審における争点として顕在化させた上で十分に審理を途切れる必要があり、こういった、ね、ことをせずにこんな認定したのは、訴訟手続きに前は防御権不当に侵害で違法なんだということを言ってますね。だからこういう認定することは結論として許されない。証文3の形式に合わせて答えるんだったら、今回の証文3みたいな認定はすることができないはずなんですよ。でこの時の、争点の顕在化でじゃあ具体的にどんなことをやるのかというと、例えばですよ、本来訴因変更が必要な場合には当たらなくても裁判所が一応慎重を期して任意的に訴因変更をすることもありますね。検察官に訴因変更を任意的に促してね、で検察官任意に置いてくれるんだったら一応訴因の中にその共謀の日時をきちんと明確に表示して訴因として明示して、でそこで審理をするという手も一つあります。あとはもともと訴因の特定に不可欠なことじゃないからそこまでのことはしなくてね、単に裁判所の方で求釈明するんですよ。検察官の方にもうちょっとその防御の日時を被告人の防御のために具体的にしてくれませんかという形でやって、争点をそれを顕在化するっていうのもそれのうちの一つに入るんですけど、そういう形でね求釈明してその釈明に応じてもらうことによって、防御の機会を果たすって形でもやってもいいと思うんですけど、そういうところを聞いてるのがこの証文さんのところなんだと思いますね。というわけでこれ結構大変でしょ。理論がだからすごくね理論的なんですよ。ちょっとでもずれたら何書いてあるか分かんなくなっちゃうところなんだよね、ここのところね。だからちょっと一応誤解のないように最後に確認しておきたいんですけども、ちょっともうレジュメ離れてね最後確認しておきたいんだけど、共謀共同正犯における共謀の日時とか場所っていうのはさっき言った通り訴因の特定に不可欠な事項ではないんですよ。ただそれを仮に検察官が起訴する段階で最初から起訴状記載の控訴事実欄に書いたんだとしたら、それはさっきの係争法のできる限りそのね訴因というのは罪となるべき事実をできる限り日時場所を方法を持って特定しなければいけないってことのその日時場所になるから、最初から書いてくれればそれは訴因の内容になる間違いないのね。
測定に役に立つものであるからね、不可欠なものではないけど役に立つものであるから、そういうの中身にはなるんですが、それを基礎上に書いてなくて、単にその後事後的に釈明っていう形でね、そういう変更の手続き別に取ったわけじゃなくて、単に釈明しただけで、それじゃあそれが訴因の内容になるかっていうのが、それが証文にて聞かれてます。でさっき言った通り、その特定に不可欠なものであれば当然に、その要はそもそも特定に不可欠なものじゃなければ、その基礎が違法になって控訴棄却判決されちゃうから、そこを過失致死するって形で、まあ、釈明したんであればね、当然そういうの中身なんだけど、そうじゃないものはそういう中身にならないんですよ。でそういった観点からすると、共謀の日時場所っていうのはそういうの特定に役に立つものであるけど不可欠なものではないから、まあ、それを事後的に P が検察官がね釈明したような時は、当然にはそういう内容にならないんですよね。まあ、それが証文に、でそれを前提に、まあ、証文3を、まあ、書いていくということが求められています。でこの理解があれば、25年の過去問も後で一緒に合わせて、ね、いつか検討してもらえればと思うんですけども、よく、ね、筋が通って理解できると思いますね。ただ残念ながら、おそらく今、ね、市販されている本とかだと、ちゃんとこういう理解に基づいて書かれているものってないと思うから、まあ、なんかいろいろ読みづらいことが書いてあると思うんだけど、まあ、この理解を踏まえて、ね、考えていってもらえると、ちゃんと理屈を詰めて、ね、筋を通してどんな事案でも処理できるはずなんでね、まあ、こんな感じで考えてもらえればと思います。さて、で今度ね、これで私の補助レジュメ終わりました。今度はスタッフさんの答案に基づいて法律実務基礎科目のちょっと問題を見ていこうと思います。14ページですね、このスタッフさんの冊子ね、これからもこっちの冊子だけ見ていきます。14ページでですね、こちら先民事の方からなんですけども、ざっと見ていこう。多分これね、まず結論、こういう問題と今回のこの問題解けるようにするには日頃から何を勉強すればいいかというと、普通に民法とまず民事訴訟法の勉強をします。それから民法の勉強よくできていることを前提に、要件事実ね、攻撃防御の具体的なその要件事実、そこを勉強するとこれ十分解ける問題になってます。でそこが頭入ってるとね、問題文読みながらそのままざっともう処理できちゃいますね。じゃあちょっと一緒に処理していっちゃおうか、問題文読んで。X の相談内容、まず説明いいですけど、弁護士 P は X から次のような相談を受けましたと。これ壺、動産壺ね、本件壺の二重譲渡の事案です。二重売買ね、壺の二重売買の、まあ、事案なんですけども、 X さんの相談内容です。で先にちょっと図解といった、すいません、図皆さんの方なかったね、私ちょっと図をねメモしたんだけど、この壺の所有者はもともと A さんのところにあったんですけども、 A さんがまず B さんに壺を売って、 B さんからさらに X さんの方に壺を売ったと。と同時に A さんは Y さんの方にも壺を売ってるんで、 A を起点としたその二重譲渡になっている可能性があるんですよ、この X さんの言い分からするとね。これ2人の言い分食い違ってるんでね、本当の真実はちょっと分かんないんだけど、この X さんの言い分からしたら、まあ、とにかく自分は元の所有者の A さんが B さんから買って、そしてそのまま X が承継取得しているという形で、それで自分に壺の所有権があるって主張してるのね。で一方一方で Y は Y でその B に売った覚えはなくてね、まあ、Y に売ったんだということを言ってて、そこでその壺動産の、ね、所有権の、まあ、帰属が争われていると、まあ、そんな感じの、状況になってますね。なんでこういう感じの問題を見たとき、こうやって図書いちゃうのね、矢印 A 書いて、 A から、B、横に A の横に B と X 書いて、それぞれこう矢印書いて、で売買の日付も書いておくといいでしょうね、こういうところね。A から B が27年3月5日で、 B から X が28年5月1日で、一方A から Y の方が28年5月15日ってことになってきます。でこの観点からちょっとね、 X の相談内容を見ていくと、まず28年5月1日 B 宅に本件壺を見に行ったと。で B に会ったところ、 A から23年3月5日代金100万で本件壺を買って、まあ、同日引き渡してもらったってことで、まあ、さっきの図の通りね、まあ、X さんの言い分は、まあ、とにかくその X さんの前種の B は元の所有者 A から、まあ、壺買ってるんだってことを言ってますね。でそんな中で、まあ、ざっと読んでいくと、結局 B が X に150万でその壺を売ったってことが、まあ、書かれてるんですよ、まあ、これが、その X さんの主張ね。ただこの一段落目の最後の方なんですけど、その引き渡しに関してはね、この最後の段落の3行目ぐらいかな、 B があなた X のために占有しておきますってなってるから、これは民法の知識がちゃんと入ってれば、占有改定による引き渡しをしたんだっていうことが判断できると思います。というわけでね、 ABX で占有改定による引き渡しっていう形になってますね。でこのあと次の、段落のところで、後から急に B が違うことを言い出したっていう話なんだけど、本件壺は、まあ、A から預かってただけで、実は B はね、 B の自分のものじゃないって言い出したんですよ。でしかも150万、実際 X さんの主張からすると、その壺の代金として150万円が X から B に払われてるんだけど、その B さん、その150万も受け取った覚えもないってことで、こんだけ言い分が食い違う事案も珍しいってぐらいのね、
事案出してきてますね。150万あげた、あの渡したっていうふうに言ってる人がいれば、それを受け取ってないっていう人も言ってるからね、すごいよね。あと、あのそもそも売買の事実もね、あるないって形で完全に真っ向から主張が対立してます。こんな事件にぶち当たった裁判官大変だろうね。何が真実なんだろうかって、まあ、ここにこれからいろいろ証拠が出てくるんだけど、そういう証拠からね、真実をまあ見抜いていかなければいけないから、非常に責任重大ですよ、これね。やっぱ法律家の仕事っていうのはね。でこのあとね、次の段落、すぐにっていうところですけども、Y は、Y の方はね、まあ、X さんの言い分の中で Y の言い分が書かれてるんだけど、まあ、Y は A にね、28年の5月15日に、まあ、壺を売ったんだという形で、まあ、言ってるってことですね。というわけで、さっきの図みたいになりますね。まあ、A の方からね、A、B、X っていうふうに、まあ、順次、壺が移転する所有権の流れと同時に、A の方から Y の方にもね、こういう所有権が動いてると、まあ、こんな感じの流れ、これが、まあ、X さんの言い分から読み取れるということになってきます。でそんな中で、この次のブロックのところかな、まあ本件訴訟って書いてあるところですけども、まあ、その中で X さんは、弁護士 P つけてね、まあ、Y に対して、その動産の引き渡しを求める訴訟をしたということになってきます。で、以上前提に以下の各問いに答えなさいってなってますね。で、括弧1、弁護士 P は本件訴訟に先立って Y に対して本件壺の占有が Y 以外のものに移転されることに備えて、これ民事保全法のことを聞かれてますね、事前に講じておくべき法的手段を検討するということにしました。というわけで、法的手段を一つ挙げて、手段を講じなかった場合に生じる問題についても、まあ、合わせて説明しなさいということになってます。で、ここはあのちょっとね、基本的な知識になりますけども、まあ、民事保全の手続きって大きく、まあ、3つのものがありまして、非保全債権、要はあの保護、あの守ろうと思っている債権の性質に応じて3つの、そのね、民事保全の手続きを選択することになってきますね。で、1つはあの金銭債権を保全するためであれば、仮差し押さえっていうものをあの利用して、まあ、その債務者の方にあるね、動産とか不動産とかあの債権とかを、まあ、仮に差し押さえて、まあ、将来勝訴した時に備えてね、差し押さえる手続きします。あともう1つはね、非保全債権が物の、まあ、今回この事案なんですけど、物の引き渡しを求めたりとか、あるいは登記の移転を求めるときは、やっぱりその訴訟に勝つ前にその物の占有移転されたりとか、登記を移転されちゃったら困っちゃうから、そういう時のために占有移転禁止の仮処分とか処分禁止の仮処分って形であのやっていくことになってきますね。で今回はまあ動産なんで登記できませんので、処分禁止の仮処分って処分禁止の登記をすることによってね、まあ、実際やるんだけど、それができないから、まあ、占有移転禁止の仮処分と、要は事実上のこの壺の占有をね、第三者の方に移さないでくださいよという形でやっていくことになるということになってきますね。ちなみにこう、まあ、予備試験はね、やっぱり口述試験も含めてですね、民事保全法の方は結構聞かれますので、これはもう予備試験受験する方であれば、あのもう常識ね、あの民事保全の手続きには、ね、どんなものがあって、こういう時にはどういうものが使われるとかね、この辺のところはもう常識的にしておいてください。で、今度ね、次、その辺のところが今証文括弧1だね。で今度証文括弧2見ていこう。弁護士 P が本件訴訟において選択すると考えられる訴訟物を記載しなさいってことになってますね。でこの点、主張のところで、このね、ちょっと上戻るんですけど、この6行ぐらい上かな、この一塊、X の相談内容の最初の一塊のところね、いくつかこう段落ありますけど、この一塊のところの最後の段落、本件壺の所有者は私ですので、何の権利もない本件壺を占有している Y に本件壺の引き渡しを求めたいと考えますっていうふうに書かれてますから、まあ自分に所有権があって相手が占有しているということで、所有権にもつく返還請求権としてのね、動産の引き渡し請求権、まあそれを訴訟物にしているんじゃないかと思いますね。というわけで答えは、まあまず大元は絶対落としちゃいけないのは所有権に基づく返還請求権だよね。でそれをもうちょっとその事案に即して、まあ、詳しく書くと、所有権に基づく返還請求権としての本件壺の引き渡し請求権で、訴訟物の個数1個、個数も指摘しなければいけませんので、大元ね、絶対落としちゃいけないところは所有権に基づく返還請求権、ね、でそれをもうちょっと本件の事案に即して具体的に言うと、所有権に基づく返還請求権としての、本件壺の引き渡し請求権で、個数は1個って形になりますね。で確かね、スタッフさんの答案はちょっと若干そこが曖昧で、こんな風に書かれてたかな、後で見て、まあ、ちょっと時間ないから答案見ないですけど、所有権に基づく返還請求権としての動産引き渡し請求権で書いてあったんですよ。で確かに一般的には本にはそう書いてあるんだけど、これやっぱ事案に即して、ね、やっていかなければいけませんので、まあ、所有権に基づく返還請求権、まあ、そこは変わらないですけど、その動産を具体的に、ね、まあ、本件壺の引き渡し請求権1個という形で、まあ、具体的にやってもらえればいいんじゃないかと思いますね。はい。でですね、次、括弧3、
弁護士 P は本件訴訟の、ね、訴状において本件壺の引き当て請求を、理由付ける事実で民事訴訟規則の53条の1項だけど、これはあの理由付け請求原因ね、特定請求原因じゃなくて理由付け請求原因、つまり、その訴訟物となっている権利がその発生するための必要最小限度の事実を全部、まあ、挙げなければいけないということになってきます。ここもあの予備試験の人は基本知識ね、特定請求原因と理由付け請求原因というのがあってね、まあ、特にその理由付け請求原因というのは単にその特定するだけでは足りず、その現にその権利が発生しているその今現在その請求権があるということまで基礎付けていかなければいけないって話ね。分かりやすいのはあの貸金返還請求権ですよ。貸金返還請求権の特定請求原因、あの特定請求原因と理由付け請求原因ちょっと分けて考えると、貸金返還請求権の場合、あの消費対策契約に基づく貸金返還請求権の場合だったら、まあ、金銭の授受1個ね、金銭の授受、それから2個目で返還の約束、それからまあ弁済期のまあ合意があること、これが特定請求原因なんですけど、さらにその返還請求権が認められるためには理由付け請求原因として丸4が加わって弁済期が到来しているという事実、それが加わってきますね。で今回の問題は、まあ、この理由付け請求原因まで聞かれてるから、とにかく訴訟物を今現在すぐにその請求できるのに必要な事実を全部書かなきゃいけないんですよ。法律要件全部ね書いていかなければいけないということになってきます。でそうすると簡単ね、今回の問題簡単ね、さっき言った通り所有権に基づく返還請求権じゃないですか。ってことは、まあ、普通に民法を勉強している人は分かりますよね、要件ね、まあ、自分に所有があって相手に占有が、まあ、あるんだっていうことになってきます。でこの点所有に関してはあのその民事訴訟法の方で勉強しますけども、その所有に関して争い、あの原告の方に現在所有があるということに関して争いがあるときは権利事約をまあ利用して、その所有の成立が原告被告で争いがないところまで遡ってね、そこを元所有として確定して、そこを起点に、まあ、その原告の自分のところまでの所有権の承継原因事実を全部挙げていくことになってきますよね。で今回の事案、当然 Y さん X の現在の所有を、まあ、原告の現在の所有を否定してますから、まあ、争いがない元所有のところを見つけて、そこを起点に自分の、ね、原告のところまでの所有権の取得原因事実をあの訴状に書いていくんですよ。それ聞かれてます。でそういう観点からまあ見ていくと、このさっきの私が、ね、書いた図を元にすると、この、ね、A のこの27年3月5日に A が B に壺売ってますけど、 Y さんも Y さんで別の日だけどさ、 A さんから壺買ってるじゃないですか。だからおそらくね、 Y さんはこの27年3月5日の時点で A にその壺の所有権が A にあったんだってことに関して争わないと思うから、多分この時点での A の元所有にあの権利事約が成立すると思いますね。ですのでそれがこのあのところだね、証文括弧さんのあのところ、だから A は平成27年3月5日本件壺を所有していたって書くんでしょ、このところね、おそらくこのところはね。でその後、所有権の取得原因事実をまあ言ってきますけども、E のところだね、 A は、27年3月5日、B に対して本件壺を代金100万円で売ったというふうになってますね。でそうするとまだ原告のところまで所有権がつながんないから、なんか足んないなと。そこでこの U のところ空いてるね、 U の丸に。だからここはこのほら私のさっきの図で言うと B から X への売買ね、28年5月1日 B は X に、まあ、本件壺150万で売ったっていうのを書けば、これで所有権の流れつながるじゃないですか。元所有で権利事約が原告被告で争いがない A の平成27年3月5日時点での元所有のところから原告の X のところに所有権があるところつながりますよね。そうするとあの所有権に基づく返還請求権のほら要件、実態法上の要件で原告に今所有権があることが必要になるんだけど、その1個目の要件満たすんですよ。すると残りの要件足りません。それは何かっていうと、その被告がその目的物を占有しているということになりますよね。それが最後のところだね。それが次のページ行くけど A のところ丸3、これがまあ被告の占有ということになるんだと思いますね。というわけでこの問題難しいと思った人は、あのまず民法で所有権に基づく返還請求権の要件をちゃんと確認してください、まあ、現在の所有と相手の占有でしょ。それからあの今の元所有の話が分かんないって人は、あの民事訴訟法の方を勉強するときにね、権利事約の話を学ぶことになりますから、まあ、そこのところになってきます。さっきあのちょっとこの冒頭言いましたけど、この問題解くのに必要なあの知識と学習方法っていうのは民法と民訴法の方勉強ちゃんとやることなんですよ、普通にね。そしてあの要件事実のことをその後ちょっと聞かれるから、まあ、要件事実の話もまあちょっと、民法の勉強終わった後に民法の理解を踏まえてね、勉強するって形になります。それが勉強方法ね、民事実務基礎科目に関してはね。あと保全法が出るから、まあ、保全法に関してはまあちょっと基本的なところはね、押さえておいてもらいたいと思うんですけどね。はい、というわけでそんな感じであれかな、これが証文括弧さんっていうところになりますかね。で今度括弧4のところですけども、問題続けていきます。弁護士 P は、Y が AB 間の売買契約の否認、売買契約を否認すると予想されたことから、上記括弧さんの法的構成とは別に、仮に B が本件壺の所有権を有していないとしても、まあ、なんかできないのかと。でこれさ、
これほらさっきの図にちょっと戻りますけど、 X に、ね、この壺の所有権が帰属するためにね当たって B に所有権がないっていうふうになると、もう証券取得の主張を諦めるしかないよね。そう、原資取得でいくことになるんだけど、こういう時ほら B に所有権がないってことは、要はさ BX 間の売買って無権利者からのまあ譲り受けになるから、まあ即時取得の主張が思いつくと思うのね。というわけでここ即時取得を多分意識してると思います、このカッコ4のところね。というわけで2行目、仮に B が本件壺の所有権を有していないとしても、このね理由付け主張できないか、しかし判例を踏まえると認められない可能性が高いってことで断念したと。というわけで、そのね主張の内容、まあこれ即時取得の抗弁だと思うんだけど、それと断念した理由、まあ今回さっき言った通り、ほら X さんって占有改定で引き渡し受けてるじゃないですか。で当然予備試験のまあ受験生であればね、あの判例法理で即時取得の成立条件の一つのまあ引き渡しの中に、この占有を始めたっていう要件の中に占有改定が含まれないということは当然知ってると思うから、まあ、それを理由に弁護士はこのね即時取得の抗弁諦めてるんだなってことがすぐ想像つくと思いますね。あ、でここだけちょっと補足しておかないといけないんだな。あの回答例ね、そういうことをストレートに書いてくれてればいいんだけど、なんか判例の逃避、要は占有改定を即時取得認めないっていうことの理由を頑張って書いちゃってるんですよ。で反面本件の事案が占有改定による引き渡しを受けたんだっていう具体的な事実関係全部すっ飛ばしちゃってるのね。だからこれはね聞かれたいこと答えちゃってる感じになってると思うから、ここだけちょっと直しておこうか。これね私の、このスタッフレジュメの方20ページのところなんですけども、それのねここかな、20ページの下半分のところね、ここで占有会1行目、占有会計は含まれないからである丸、ここまではいいんですけど、この後その判例を基礎づける理由を延々とやっちゃってるんだけど、これいらない。これやるならむしろこの手前、この縦2の P が主張を断念した理由はっていう直後に、本件が占有改定で引き渡しを受けてるんだっていうことを具体的事実踏まえて指摘しておかなければいけませんね。 P が主張を断念した理由はの後に、例えばこれ問題文に書いてあるからそのまま利用すればいいんだけど、 X は B に鍵括弧してあなたのために占有しておきます鍵括弧閉じとして、でここはまあちょっとかなり走っちゃったけどね、占有改定括弧183条括弧閉じにより本件壺の引き渡しを受けたところってやれば、この後文章つながると思うね。まあ、とにかく P が主張を断念した理由は、まあ、X が、占有改定により、ねまあ、引き渡しを受けたところ、であと文書つながるよ、判例によれば192条の占有には占有改定が含まれないからであるね、こんな感じで書けると思うんですよね。でここね、いや本件のやっぱ事実関係こう書いとかないとね、ここ飛ばしちゃうと点数にならないと思うからね。でこの後延々と頑張ってさ、占有改定が即時取得の要件に含まれない理由書いてあるんだけど、こんなこと聞かれてないから、もうその判例踏まえてもやれっていうふうに言ってるわけだからね、余計なこと書かなくていいと思いますね。一応ちょっとメモしておいた。設問は判例の逃避を問うものではないので、あいいよいちいち書かなくてもいいよ、判例の逃避を問うものではないので、判例を、ね、正当化する理由まで書かなくてもいいってことね。ここは頑張って判例正当化する理由書いちゃってるんですよ、ここのところね。占有改定が即時取得に含まれない理由を一生懸命書いちゃってるんだけど、まあ、これ前提だから、もう結論前提に、なんで弁護士がじゃあこの即時取得の抗弁諦めたのかってことをね言えばいいだけなんで、ここまではいらないということになってきます。さてじゃあ問題文戻りまして、で今度ですね設問2のところで、今度設問2の方行きましょうね。15ページですね、問題文の冊子のね。で、Y の相談内容なんですけども、平成28年3行目、平成28年5月15日、これ前のページと主張一致してますね。そこに、Y さん、まあ、要は A から壺を買ったってことが書かれてます、ここの最初のところね。だから前のページで、書かれてるその X の主張の中身と、まあ、同じことが書かれてますね。でそこで次のブロックのところですけど、弁護士級、これは Y 側の方についてる、ね、弁護士ですけれども、訴訟代理人ですけれども、主張することが考えられる2つの抗弁を検討したところ、再抗弁を想定すると、もう1つの抗弁のみをまあ主張することにしたんだということになってますね。まあ、2つ、まあ、パッとねあんまり難しいことを考えないと、今回の動産の所有権に基づくね返還請求権としての本件壺の引き渡し請求に対しては2つの抗弁が考えられるんだと。ただ相手方のその再抗弁を考えると、そのうち1個は多分もうすぐダメになっちゃうから、その1個のね抗弁ダメになっちゃうから、まあ残りのもう1個の抗弁やりましょうと、そんな感じの主張になってますね。でそれを踏まえて、証文括弧1、弁護士級として主張することを検討した2つの抗弁の内容を挙げなさいと。でこれはね具体的事実記載する必要がないというふうに書かれているから、もう単に本当に抗弁の中身簡単にこう書いてあげれば、まあ、いいんだと思いますね。
でこの点ですね、こういうね、これももう本当に基本知識になるんですけど、動産の二重譲渡の事案でほらどういう公弁が出るかっていうのは、まあ、不動産の場合でも同じですけど、こういうね、目的物の二重譲渡があったときはどういう公弁があるのかっていうのは事前に基本知識で、まあ、入れておかなければいけないんですよ。でこういう時にさ、まあ、対抗要件の公弁とか、あるいは対抗要件組による所有権喪失の公弁とかっていうのが、まあ、一般的な本には書かれてるのね。要件事実勉強してけど、まあ、そういうの書かれてるんですよ。でこの点それを言うとね、今回ねちょっとYさんの方に分が悪そうなの。X さんは X さん、B さんの方はまず A を起点に今回所有権動いてますけども、まず A から B の方に引き渡しが27年3月5日にされてますよね。で一方で A から Y の方には28年5月15日にされてます。で今回この Y が、まあ、その、公弁言うにあたって、例えばさ Y さん、これ日付を無視すれば対抗要件具備による所有権喪失の公弁、 Y さんってほら一応現実に引き渡しを受けてますから、対抗要件具備によって自分が確定的に所有権が取得したんだってことで、だから反面ね X にはもう所有権が承継取得されることはないんですよって形で、対抗要件具備による所有権喪失の公弁って言えると思うんですよ。ただ対抗要件具備による所有権喪失の公弁の再公弁に、相手方は相手方の方で、私はあなたよりも先に別の対抗要件を具備してるんですよっていう先立つ対抗要件の具備の要件言えちゃうのね。でこの点、X さんの方当然この AB 間で27年3月5日にこれ引き渡しがされてますから、ここ の引き渡し、要はこれが先立つ対抗要件の具備だってことで、これよりも確定的にね、もう B のところで所有権確定してんだから Y の方には絶対所有権がいかないんだって形で言うと思うんですよね。というわけで先立つ対抗要件の具備はこれ言うとね、 Y さんの方結局負けちゃうんだよね。 X から再公弁出されてね、あごめんなさい、対抗要件具備による所有権喪失の公弁を Y さんが言っちゃうと、結局 X さんの方で先立つ対抗要件の具備による再公弁言ってくるから負けちゃうんですよ。だからこれ言わないね。当然これ皆さんが弁護士でこれやっちゃったら当然弁護過誤になっちゃうからね、明らかにね、ここのところはね。そこでじゃあどういう公弁が一番いいのかっていうと、やっぱり即時取得なんですよ、ここのところね。普通にもう承継取得構成は諦めるしかないと思います、ここのところね。対抗要件でも完全に負けちゃってますんでね、もう承継取得構成で諦めて、即時取得構成でいくのがいいと思います。というわけで、まあ、この Y さんの訴訟代理人弁護士としてパッと、ね、何も考えずに思いつくのは、対抗要件具備による所有権喪失の公弁と、まあ、即時取得の公弁なんですけど、さっき言った通りね、その前者の方は再公弁考えるとも認められないから即時取得の方行くんだと、そんな感じのことをですね、この証文括弧1のところね、とあと括弧にも一緒にあるか、今説明したことになっちゃうのか。そうすると、括弧に主張しないこととした公弁を挙げるとともに、主張しないこととした理由を、想定される再公弁の内容にも言及した上で説明されてないから、今ちょっとすみません、全部喋っちゃったんだけど、その括弧2と、あ、括弧1と括弧2ね、これ一緒に説明しました。はい、そんな感じですね。それから設問3のところですけども、審理の結果ね、まあ、この今回ね X が B に対して、行くわけですが、審理の結果ね、 AB 間の売買契約が認められないという理由で X が敗訴しました。その前訴ね、 X の Y に対する所有権に基づく返還請求の訴訟を敗訴しまして、その後ね弁護士 P、 X 側についている弁護士 P は、X の訴訟代理人として B に対して BX 間の売買契約の債務履行を理由に、今度ね契約解除で原状回復として、まあ、払った150万返してくれということで、まあ、150万の返還請求訴訟をね第二訴訟として、まあ、提起しました。でそんな中で2段落目のところですけど、ここが大事だね。第1回口頭弁論記述で、この被告の、ね、B は、X から本件壺の引き渡しを催告され、相当期間が経過した後、X から解除の意思表示をされたことは認めたけど、ここですね、ほら全面否認ですよ。お互いの言い分が完全に食い違ってるんだけど、 B が X に対して本件壺を売ったことと、これ否認してる内容です。 B さんの方でね、俺は売ってないよと、 X に壺売ってないよと、それからその売買に基づいて150万も払った覚えはないんだってことを言ってるのね。だからここも完全に意見食い違ってるんだよね、このとこね。というわけで これが否認した事実になってます。でちなみにこの否認した事実の内容を踏まえて、後で説問の、最後の説問のね、括弧1と括弧2がありますけど、括弧2ですね、括弧2の4行目 B が否認した事実についての主張の展開をね、その、まあ、原告側の方から準備書面作れて書いたんだけど、まあ、ここのところどう反論してるか、この証拠がいろいろ出てくるんですけども、そういうね、証拠に基づいて認定できる事実からどういうふうにこの B の、まあ、否認をね反論して、B の否認を崩していくのかっていうところを聞かれてますね。これすごく面白くてね、当然もう皆さんの気持ち考えるとすごい大変だと思うんですよ。実務もやったことないのに、
イメージ湧かないしね、すごく大変だと思うんだけど、でも実際実務に出るとやっぱこんだけ言い分が違ってくると真実って何なんだろうってすごく気になるんだよね。でそういう時にやっぱりこの証拠から認定できる事実というのはこういう事実があって、まあ、そこからすると、まあ、こういう例えば売買があった事実が推認できるとか、そんな感じで、その証拠から、ね、事実認定していく過程っていうのはすごく実は面白いところがあるんですよ。真実を見抜くっていう、ね、ことが、まあ、できる作業なんでね、それをまあ聞いてるのがこの問題になってますね。ただし当然実務に やったことない人は本当に大変だと思うのよ。あと皆さんが収集行くとこんなことばっかりやるんだけど、弁護収集でも裁判収集でもこういうね証拠から事実を認定することばっかりやるんだけど、慣れてないからちゃんとあの正確な事実認定できなくてね、多分いろいろ怒られると思うの。あの弁護収集行けば弁護士からボロクソ言われるし、裁判収集行けば裁判官からもうガンガン言われるんだけど、そういうのを経てねちゃんとできるようになるんですよ。だから、まあ、今の段階だったら多分皆さんその怒られたこともないのにね、あの私も随分収集の時にいろんなこと言われたんですけども、そういうんで成長して、まあ、できるようになってますよね。そういう点で考えるとすごく難しい問題ではあると思うんですよ。ただ興味は持ってもらいたいんだよね。こんだけ言い分が違っているような事実関係の中、ね、何が真実なんだろう、そこをやっぱり興味持ってもらいたい。でそういう興味を持てる人ってのは受かっていくんだと思うんですよ。その答案の出来はあの別にその100点満点絶対的な数値から見たらその大した点数にはならないかもしれないけど、興味を持たずにそういうことをあの書いた人と興味を持って書いた人とではやっぱり全然出来が違ってくると思うからね、というわけで、まあ、ぜひね興味を持ってもらいたい。この真実は何なのか、ね、それを、まあ、証拠から認定できる事実の確定して、そこから推認していくわけよ。最終的には今回この売買があったのか、150万の授受があったのか、そこのところをねあのそう推認できるのか認定できるのか、そこのところをまあ自分で考えていけばいいわけなんですよね。でこの点ね、こんな証拠が出てますね。あの15ページ、また問題文の15ページのところですけども、2段落目の2行目の終わりの方だね。 B が X に対して本件、あこれ否認してる内容か、すいません、下から2行目だね。まずね2行目の最後の方、領収書が出てきました。押印以外全てプリンターで打ち出されたもの、本件領収書で、それが領収書が16ページにほらちょっとこう図面ついてますけど、領収書 X 様って言って、 B があのこれ全部パソコンで印字されてるんですけど、押印は一応あの B の氏名が書いてある押印がされてます。ただ後で書いてあるんだけど3本版なんですけどね、まあ、3本版をしたんだけど、あと残りは全部プリンターで印字されてます。まあ、領収書 X 様、上記金印を確かに受領しました。金150万、しかもほらただし壺の代金として、だからこれ仮にこの証拠を全面的にあの証拠として認められるんだとしたら、この証拠からB が否認しているあの売買の事実と、あと150万の事実、これ全部覆すことができるんですよね。だからこれ結構重要な証拠になると思うんですよ。ただこの証拠に関して当然ね、 B も黙ってるわけじゃなくていろいろ言ってきますから、これ後で見ていきましょう。で今度ね16ページの あともう一つね証拠があります。16ページの3行目その後ってところなんですけど、平成弁護士 P、 こちらはあの原告側の弁護士ですけど、平成28年5月1日に150万円を引き出したことが記載された X 名義の預金通帳、これも証拠出てきてますね。でこの5月1日っていうのはあの XB 間で売買があった日なんですよ。150万で壺を売買した日に、X が150万を銀行から下ろしていると、その預金口座が出てきました。で問題文読んでいくと分かるんですけど、この預金口座のところに関しては被告の方も争ってません。まあ、150万を下ろしたのはまあ認めていると。ただそれが売買としてね、そのお金が売買の代金として支払っているのか、そこはまあ全面的に否認してますけど、まあ、ここのところね、この預金通帳のところのこの記載の、ところは争ってませんね。まあ、これ争ってもしょうがないからね、どうせだって銀行に紹介すれば、まあ、あのこの人確かにこの日に150万下ろしてますよってなってもう終わっちゃうから、まあ、このところ争ってもしょうがないからね、ここは争いません。ただこの150万が売買のお金としてね、使われたのかどうか、そこはまあ全面的にね B の方としては争うことになってきますね。でね、この領収書ってすごく大事な証拠になると思うんですけど、この点 B がどう反論するかってすごい気になりますよね。こんだけの証拠が出ちゃったのに B はどう否認するか、それが16ページの最後のブロック、 B の供述内容ってところですね。28年5月1日 X は私の家を訪ねてきて本件壺を見せてほしいと言ってきましたと。で面識がなかったんだと。で壺を見せたってことを認めてます。まずでこの壺を見せたっていう事実はお互いに争いがないんですね。あの全体見ると分かるんですけど、 X も X の供述内容と B の供述内容とで、この壺を見せたっていう事実はあの争いがないんです。でそうすると、この事実はそのまま使えるからね、これ元に何か推認できるかって考えてきますよね。それから、X から150万円は受け取ってません、ここは否認しているところだね。で領収書についてはってところなんだけど、5行目の終わりの方ですね、領収書については私の名前のハンコを押してあるけど、ハンコはどこでも買えるので X がパソコンで作って私の名前のハンコを勝手に押印したものに違いませんということを言ってます。あと、最後の行だけど、同月2日に5月1日に売買があって150万の引き出しがされてますけど、その同月2日翌日ですね、A から借りていた A って突然あの別の人が出てくるんだ、あの A ってあのこのね XB の売買とは当事者とは別の人ですけど、 A から借りていた200万を返済したんだと、いうことを言ってます。でこれはまあ自分の父から借りたお金をまあ返済したんだってことを言ってますね。でこのね、お金をその2日、要は
X さんの方は X さんの方でさ、150万円を5月1日に B に渡してるんだっていうふうに言ってんのよ。そこ争いないわけ。あ、すみません、そこは 争ってるわけね。で、争いがないところはこの翌日の5月2日にこの B さんが200万円をあの別の人に借金返してるんだっていうところがあの争いがないんですよ、これ見てるとね。そうするとどう、5月2日に急に200万用意するのってなかなかまあね、なんか事情がない、特段の事情がないければ難しいと思うんだけども、これってもしかしたら前の日にあの受け取って150万を一部使ったんじゃないですかって形で推認できるんじゃないかと思うんだよね。まあ、その辺のところから、まあ、150万の授受のところを推認できる可能性出てくるんですよね。で、あとは問題はその売買のところをまあどうやって推認していくのかって話だよね。150万の授受がされたとしても、だってそれが売買契約に基づいて引き渡されたかどうかって全く別の話ですから、やっぱそこのところは別の事実から認定していく必要があるんだと思います。で、この点さ、何の面識もないような人にこう突然その人が出てきてさ、あら家に来てさ、150万もする高価な壺を見せますかって話なので、その高価な壺を見せてるってことはもう間違いないのよ。お互いの主張を見てると、その面識がなくてしかも壺を見せたっていう事実は間違いないのね。そうするとこの事実は確定します。 B が5月1日に X に壺を見せた事実、そこから何が推認できますかというと、これは売買のお互い売買の目的物を確認したんじゃないかということが推認できる可能性ありますよね。まあ、その辺のところからまあ売買推認できるということになると、まあ、B が否認している売買の事実、それから150万の事実の事実、一応反論することは可能なんだと思うんですね。あともう一つ、この B の押印のところを B さんはあのここ否認してますけれども、仮にあの今の、ね、事実、要は150万の事実の事実とあのその売買の事実をさっき言った事実からあの推認できるんであれば、この B の押印誰がやったと思います？そしたら B が自分で押したんでしょっていう風になるよね。そうするとあの二段の推定が使えるんですよ。二段の推定からすると、まあ、本人の押印があるときは、まあ、事実上それが、ね、本人の意思に基づいて作成されたっていう風にまあ推定されるわけですよね。そして、まあ、本人の、意思に基づいてまあそれがね、あのあすいません、あの本人の押印があるときはその意思に基づく押印があるということがまず事実上推定されるじゃないですか。そして今度こういう領収書みたいな私文書に関しては民事訴訟法228条4項の法律上の推定規定が使われて、まあ、文書全体がまあ申請に成立したものというふうに推定されますよね。というわけでこの領収書の申請が二段の推定からあの使われることになっています。 B の方はもうこの押印は勝手に X が押したものだというふうに言ってるんだけれども、ただ、今言ったその、初対面なのに突然来た人に150万もする高価な事実を壺を見せたという事実とか、その翌日ね、その150万を5月1日に X が下ろした事実、そして翌日にその B が200万を突然なんか借金返してるって事実、まあ、その辺のところから、売買の事実と150万の事実の事実推認されますよね。その辺のところ総合考慮すると、結局この領収書の B の押印は B が自分で押したんだろう、自分の意思に基づいて押したんだろうってことが推認できると思うんですよ。そうするとあとは普通に民事訴訟法の方で勉強する、まあ、二段の推定の規定を使ってね、文書全体の形式的な証拠能力がまあ認められることになっていくんだということになります。あともう一つあの知識なんですけど、こういう領収書とか売買契約書みたいに、今回この領収書だったらほらあの確かに受領しましたみたいな形で法律行為が書かれてますよね。そういうあの法律行為が書かれている文書のことを民事訴訟法上処分証書って言うんですよ。これあの司法試験の論文試験で もう出てます。ここのところ結構メインでね。であの保証契約書の事案だったんですけど、司法試験の方はね、まあ、いずれにしろこういう法律行為や書事が記載されている文書のことを処分証書って言うんですが、これは基本知識よ。処分証書に関しては二段の推定であの成立の申請が認められると、もうそのままその事実を認定されるというそういう訴訟法上の効果があるんですよ。というわけで今の理屈からすると、最終的にこの領収書が決定的な証拠になってね、このここに書かれていることが全部事実として裁判所が認定することができちゃうということになってきますね。でこの点ね、ちょっと回答例が分かりづらい。あの一応私今みたいに説明したんだけど、あのそういうのに書かれてませんね。こちらのスタッフさんの21ページの方なんだけど、推認の過程ちょっといろいろ頑張って書いてあるんだけど、まあ、すごく分かりづらいです。あのいきなりまず2段、あの証文1がまず領収書の2段の推定が書かれてるから、ここはまあいいと思います。あのちょっと雑なところはあるけど、あの21ページの設問3の括弧1のところは若干このね雑なところがあって、まああるんですけど、まあここはいいと思いますね。で今度大事なのはこの証文括弧2の方なんですけど、設問さんの証文括弧2の方なんだけど、これね答案用紙1ページ使ってあの書けって書いてあるんですよ。だからそこそこのことを書かなければまあいけないはずなんで、さっき言った通りきちんとあの推認の、ね、事実をしっかりあのこう書いてねいくのがいいと思いますね。でこれちょっとその領収書に飛びついちゃってるところが問題あると思いますね。で領収書に飛びついちゃうと なぜ本件の事案で問題があるかというと、その領収書を作った B さんがその押印の事実を否認してるんですよ。でこれ多分押印してるところね、あのもう争ってないこと前提だったらこの文章でよかったんだけど、今回はもう B さんがもう徹底的にその押印の事実を争ってるから、そもそも二段の推定が使えるかどうかっていうその手前のところがすごく問題になってくるんですよね。でそれで、B の意思で、まあ
押したんだってことをさっき言ったさ事実からまあ推認できるんであればそこから入団の推定そして処分証書ということでそこに書かれている事実を裁判所がまあ認定できるんだっていうふうになっていくと思います。でこれ逆になっちゃってると思うんだよねここの回答例ちょっとねだから読んでてもちょっと分かりづらいと思うそこのところね。本件の事案の特質はとにかく B がこれは自分の多いんじゃないんだと、ね、勝手にまあ X の方が買ってきて押したものだというふうに言ってますのでねまずそこのところから攻めていかなければいけないって話なのね。でこれなんかね論点とかそういう話じゃなくてまあ、私もずいぶん痛い目見てるんですよ修習生の時とかねこういう事件をさ準備書面とか判決書きとか作って、まあ、弁護士とか裁判官にまあ見てもらうんだけどさそういうところの推認の過程が飛んでると読んでても分かんねえじゃねえかって言われてね痛い目、まあ、見てそれで経験してるから、まあ、なんか論点だからっていうよりも素直に事実を見て、まあ、こういう理論の過程をたどっていくと、まあ、今回問題となってる事実が認定できるなっていう普通に本当に事実認定してるだけなんだよね。だからなんか特別な知識とかじゃないんですよもう本当に当たり前の話その思考の過程をちゃんと丁寧に事案に即してこう示してあげる分かりやすい文章でねしかも示してあげるっていうところがね大事なんだと思います。で最後はね本当これだけ皆さんの希望を持ってもらうために言うけど本当にこれが楽しいからね法律家の仕事っていうのがやっぱりこうやっていけるんだと思うんだよねこの真実をこう見抜くどの立場でもね弁護士の立場でも裁判官の立場でも弁護士最初大変だよ依頼人って自分の都合のいいことしか言わないからね後からこう反対の当事者からこう言われて初めていろんなこと気づくんだけどやっぱ最初に相談を受けた段階で真実見抜くためにねあんまりこう突っ込んでやると信頼関係壊れちゃうからあんまりこう批判的なことは言えないんだけどやっぱそういう依頼人がちゃんとこう真実を言ってるとは限らないっていうことを踏まえて話聞いてじゃあ客観的な証拠どういうものがありますかって形で事実固めてそこから真の事実というのを推認して認定していくんですよね、まあ、そういう過程が大事になってきます。であとねこういう問題やるときはねメモの仕方としては例えばこれ私のちょっとメモなんですけども争いのない事実問題文にですねこういうことが書かれてます。ちょっと問題17ページ見てもらえますかねこの冊子の、17ページのこの証文のね、カッコ2のところなんですよ。最後の方ね、カッコ2。弁護士 P は本件訴訟の第2訴訟の第3回口頭弁論期日までに準備書面を提出することを予定しているんだということね。原告側です。だから被告の B の方がさ、売買の事実とお金を受け取った150万の事実を否認してるんで、そこをなんとか反論するってことで、まあ、準備書面、作るんだってことを言ってますね。で、弁護士 P は X のさっきの供述内容と B の供述内容と同内容の X および B の本、これ証拠です。X および B の本人尋問における供述と前期の提出された訴訟に基づいて、ね、ちゃんと証拠に基づいて、B が否認した事実、これは2ページ前に書いてあった、その、B が X に壺を売ったという事実と B が X が B に、ね、代金として150万円払った事実ですけどもその B が否認した事実についての主張の展開を考えたいと要は B の主張に反論するということですけどもそれを考えたいと。で弁護士 P において準備書面に記載すべき内容を提出された訴訟や両者の供述からほら認定することができる事実ねだから認定できない事実勝手に書いちゃいけないんですよ。でさっき の, スタッフさんの回答例は B の押印が B によるものだってことを何の理由もなく認定しちゃってるんだけど B の方はバリバリそこを否認してるわけだから直ちに当然認定できないでしょ。だからここに反したんだよね認定できる事実ってとこねちゃんとあれが B が自分で B の押印がされてるんだってことをちゃんと先に認定してからじゃないといけませんのでねこの問題文よく読んでください。でこれって本当に論点じゃなくてもう実務の世界でこういう思考しかしないんですよてかしちゃいけないんですこういう思考方法しかね、争いのない事実の確定してそこからまあ、その訴訟の目的となっている訴訟物を基礎づける主要事実、まあ、それを認定できるかどうかっていうことをちゃんとこういうルールに即して見てるわけね。ちなみにまあ今日はどうでもいいんですけど民事訴訟法を勉強するとさ、まあ、弁論主義の第二原則ってありますよね。主要事実に関しては当事者間に争いがない事実それそのまま判決の基礎にできますけどそういうのも認定できる事実の中に入ってきます。で争いのある事実に関しては争いのある主要事実に関しては、まあ、弁論主義のまあ 第三原則でね、まあ、当事者が申し出た証拠で、まあ、証拠調べして、まあ、それを認定しなければいけないということになってるんですけどね、まあ、そんな感じのルールを使っていずれにしろまあこういうルールで事実認定というのがされていくって話ね。でこれをね、まあ、慣れてないから難しいと思うんだけど本当に実務ってこういうふうにやってますんでぜひね興味を持ってもらってお互いの言い分が違うところでこうね真実を見抜くっていうね、ことがこの法律家の仕事どの立場放送者者ね、どの立場であってもね、これが仕事の内容だってことをね分かっておいてもらえればと思いますね。そうでね認定できる事実例えば丸1、5月1日 B が X に壺を見せた事実これね証拠書いておくのよ。で皆さん実務に行ったら証拠引用するからねこの事実指摘したらでこれ X と B の供述からこれ認定できます。5月1日 B が X に壺を見せた事実それから丸2まずね役に立ちそうな事実書いておきます。5月1日 X が150万円を引き出した事実これは X 名義の預金通帳から認定できます。そして丸3、5月2日に B が A に200万円の借金を返済した事実これは X と B の供述から認定できます。そして丸4領収書に B の名前の押印が
がある事実ね、これは領収書とあと X と B の供述からまあ認定できますね。まあ、一応この B の方もほら自分の名前、自分のハンコかどうかは別だけど、まあ、とりあえず 俺と同じ名前のねハンコが押してあるというところはまあ認めてますから、まあ、この辺のところが争いのない事実として、まあ、この段階で最初問題文の事実から何もね推理の過程を経ずに認定できるんだと思います。でここから推理の過程を経てくんだけど、例えばですよ、書き方決まってるわけじゃないけど、見ず知らずの者に150万のものね高価な壺を、大した理由もなく見せることは考えにくいことからね、丸一の事実、要は壺見せた事実は BX 間で売買の目的物を確認するためにしたものと考えられると。あと丸二でね、この150万引き出した事実だけど、丸の事実は X が XB 間XB 売買の代金を準備するためにね、されたものと推認できると。で丸三の事実、これ5月2日に200万返してるってやつだけど、丸三の事実からその前日に B が X から150万円を受け取ったり、その150万を X に対する借金の弁済金の一部に充てたことが推認できるんだということね。というわけで以上の事実から領収書は B が作成し、押印もね B によるものと認められるということで、ここからその処分証書の二段の推定の話をしてね、この領収書からここに書かれている事実を全部認定できるという形でやっていくんだと思いますね。まあ、こんな感じのところになっています。あとそうだ、答案例でちょっとおかしいなと思うところ直しておこう。処分証書 の訴訟法上の効果なんですけれども、21ページ見てください。縦8のここはちょっとまずいと思うんで直したいんですけど、縦8の設問3の括弧2についてっていうところで、このね3行目の終わりの特段の事情が認められない限り括弧でくくってまず消しちゃってください。それから、この縦1の4行目の推認という言葉と5行目の推認という言葉は、ここは推認じゃなくて直接証明っていうふうに書くか、あるいは認定って書いてください。これが処分証書 の訴訟法上の効果なんですよ。処分一生時とか法律行為が書かれた処分証書は、成立名義の申請が、要は形式的証拠録が付与されると、そこに書かれた事実がもう直接証明されたことになると、裁判所ではそのままその事実認定することができますのでね、これは司法試験でも出てるから、論文試験でね、保証契約の保証契約書の事案ですけども、そこのところはちゃんとやっておいた方がいいと思いますね。この点に関してはすみません、ちょっと恐縮ですけど、私 のインプットのテキスト、インプット講座のテキストの方なんだけど、ちょっとね、ここにね、処分証書で、司法試験の出題の趣旨を抜粋している部分があるんで、これ、いつか皆さん、ちょっと24年の、ね、司法試験の問題解くときに、まあ、確認してもらえればいいんですけど、ちょっと読みますね。本件連帯、すみません、でこれ皆さんのにちょっとお配りしてません。このままね、司法試験の出題の趣旨、法務省で発表されてますけど、本件連帯保証契約書の連帯保証倫案の作成者とされるのが誰であるのかと関連付けつつ、処分証書や二段の推定の意義や訴訟上の機能、これが要は事実そのまま認定できるってやつなんだけどね、訴訟上の機能を明確にして論じることが期待されるんだと。でもう一つね、今度試験考査員の採点実感、いい答案とか悪い答案を具体的に、まあ、司法試験の方って教えてくれるんですよ、試験考査員がね。その採点実感ですけど、文書とは、公文書、私文書、処分証書と報告文書といったいくつかの観点から分類されると。で、処分証書とは証明しようとする法律行為が記載されている文書、これ本によってちょっと定義が違うんだけどね、まあ、一生時が記載されている文書とかいろいろ書かれてるけど、まあ、とりあえずあんまり細かいことは置いとくとして、まあ、証明しようとする法律行為が記載されている文書で、まあ、それ以外の、ね、経験を記載したり意見を述べたりしたりする文書が報告文書なんだと。でそれが取材の人と合わせて考えると、まあ、その訴訟上の機能が、ね、ありますので、まあ、そこを踏まえてちゃんと書いてくださいって話ですね。はい、じゃあこれでちょっとね、民事実務基礎科目の方は、終わりにします。で一応確認ね、この民事実務基礎科目の勉強何やればいいかというと、さっき言った通りね、これは忘れられてほしいんだけど、民法の勉強と民事訴訟法の勉強普通にやっていけばいいんですよ。今日話したこと全部やるから、普通にね、民法の勉強と民事訴訟の勉強普通にやります。そして、その要件事実のところはちょっとそれはそれでね、民法の勉強しないで要件事実やってもどうせ理解できないから、民法の勉強終わったところで、例えば紛争類型別とかなんか薄いやつでもいいから、問題研究とかね、放送会出してるやつありますけど薄いやつね、あんなんでもいいから、民法の勉強終わった後に、まあ、要件事実やればとりあえず大丈夫。民事実務基礎科目に関してはね、こんな感じの問題になってます。まあ、今度じゃ刑事軽く、ちょっと残りの時間が、少なくなってきましたので、刑事の方はじゃ軽く見ていくことにしましょう。こちらですね、事実認定結構聞かれてるんですけども、傷害の事件でですね、それで被告人の方がもう殴ったってことを否認してるんですよ。ところがまあ被害者の方はまあ殴ったと、殴られたってことをまあ言っててね、そこでまあ暴行の対応なんかが結構争点になってますね。まあ、なんかどうも、話によるとね、被害者の話とか目撃者の話、被害者の話によると、どうもこう胸を、被告人がね2回こうついて、でそのままなんか勢い余って、被害者が倒れて、まあ、頭を路上に打ちつけてですね、まあ、それで傷害の結果発生してたみたいなんですけど、まあ、そこのところをどうも被告人が全面的にまあ否認してるというような状況になってます。でこれはね、設問からも見てね、ちょっといきましょう。27ページ見てください。で27ページの、設問1、
のところですけど、まずねこれは普通に交流の要件聞かれてますね。交流の要件でこれ被疑者交流なんでね、207条の1項を使って、まあ、60条の1項2項を順用していきますけど、罪証を隠滅するに、疑いに足りる相当な理由があると判断した思考過程、まあ、裁判官はこういうふうに判断したからこそ、まあ、交流所発布してるんですけど、この罪証隠滅の恐れをね、どういう思考過程を経てね、判断したのかということを、まあ、具体的事実に即して指摘しなさいということを、まあ、言っております。でこの点皆さんが今後の試験に、まあ、役に立つっていう観点から考えていきますと、これをなんかその日のね気分でこれ判断されちゃったら困っちゃうんでね、客観的事実に即してね、まあ見ていくってことになってきます。あとさ、その客観的な事実に即して見るのはいいんだけど、まあ、なんとなくじゃあ罪証隠滅の恐れの可能性があるっていうだけで交流しちゃうとさ、やっぱ逮捕の後の交流って最低でも10日身から取られちゃうわけだから、まあそのね、被疑者にとっての、まあ、こう不利益って大きいですよね。ですので、まあ、ちょっと可能性があるだけじゃダメで、やっぱこう相当の蓋然性ね、かなり この高い可能性がなければいけないんだっていうところね、その辺のところ発想を持っておいてもらえれば今後の試験に役に立つと思いますね。この問題だけではなくてね、まあ、今後、司法試験の方も含めて交流の要件ぐらいはね、聞かれるんじゃないかと思うんですよね。というわけでそこのところを押さえておいてもらえればと思います。でちなみに刑訴も今回の問題に関して言えばですね、やっぱり基本知識、刑事訴訟法の勉強をちゃんとやっていくってことですね。この対策としてはね、刑事訴訟法の勉強を、まあ、ちゃんとやっていけば通用するような問題です。全般的にね、交流の要件なんかも普通に刑訴法の基本知識になってますんでね、そこのところはやっておいてもらえればと思いますね。はい、で今度次ですね、設問2のところです。検察官は A が公訴事実記載の、暴行に及んだことを立証する上で直接証拠、間接証拠のいずれと考えているか、項6号書の中にね、下線部 B っていうのがあって、これが、まあ、要は直接証拠、間接証拠なのかって話なんですよ。これも間接証拠とか直接証拠って民事訴訟法とか刑事訴訟法の基本知識として、まあ、学ぶことなんですけど、まあ、大雑把に言えば民事訴訟法だと、まあ、主要事実っていうし、刑事訴訟法だと、まあ、それは犯罪事実、公正要件に当たる事実とか違法性訴訟に当たる事実とか責任訴訟に当たる、今、まあ、一言でまとめると、まあ、犯罪事実って言いますけども、その犯罪事実や主要事実を直接証明する証拠、それを、まあ、直接証拠って言いますね。そして、その犯罪事実とか主要事実は直接、まあ、証明はできないんですけども、それをその存在を推認させる事実、その事実のことを間接事実というふうに言います。でその間接事実を証明する証拠のことを、まあ、間接証拠というのはね、これも普通に民訴法と刑訴法の基本で、まあ、学ぶことなんですけども、その定義が分かっていることを前提にこの下線部分の B は直接証拠なのか、まあ、間接証拠なのかということを、まあ、聞かれてますね。でそうすると、下線部分の2を、まあ、見ていきますと、26ページの、ね、ところで真ん中辺のところにちょっと下線引いてあるところありますよね。 B のところ、A は、警備ビル前の歩道上に仰向けに、A は被告人です。被告人は歩道上に仰向けに寝ている、 V は被害者ね、ビクティムの略で被害者ですけど、 V の腹の上に馬乗りになった状態でこの野郎と怒鳴りながら右腕を振り上げたと。すると傍らにいた B 子、これは被告人の連れの女の人なんですけど、まあ、その方がね、まあ、A の右腕を両手で掴んで止めたってことで、この前にね2回胸を押してってるっていう暴行が今回の犯罪事実なんですよ、ここのところね。だからその犯罪事実の後の事後的な事情なんですけども、まあ、これが直接証拠なのか間接証拠なのか、この供述の部分がね直接証拠なのか間接証拠なのかって話になってきます。でこれはあんま難しい話考えずにさ、頭柔らかくして考えたら、これでも行為後の事情だから行為時の事情直接証明できませんよね。行為時の要は犯罪事実自体直接証明できませんよね、暴行行為自体ね。だからもう絶対直接証拠にならないですから。ただその暴行直後にこういうね馬乗りになるようなことをしてるっていう事実から、まあ、その当時攻撃的な意思があったんだと、そこからさらに推認して行為時、そのちょっと遡った時点でも、まあ、攻撃の意思があったんだということを推認できますよね。そこからさらに暴行した事実でも推認できるんじゃないかと思うんだけど、そういう形で、まあ、犯罪事実、その2回胸を押したっていう暴行の事実は直接この事実から証明できないんですけども、それを推認させるその間接事実、それを証明するという意味では意味がありますので、まあ、これは間接証拠なんだという形で書いてくれればと思いますね。これが設問2。そして、今度、設問3のところですけども、316条15の3の開示の請求にかかる証拠を、これ公判前整理手続きで予備試験は大好きなところだね、口述試験も含めて結構公判前整理手続きのところからいろいろ聞かれるんですけど、
後半前整理手続きってほら事前に基本知識で入れといてほしいんだけど、証拠開示の制度がまあ結構こうしっかりしてるっていうのが特徴ですよね。まずあの検察官請求書が当然あの弁護人被告人側に開示しなければいけないのは当然として、まあその法がね規定している一定の類型に属する類型証拠に関してはまあ一定の要件を満たせばそれをね開示請求があれば開示ね要件を満たす限り開示することになりますよね。でその類型開示類型証拠のこの開示のところをこれ聞かれてるんですよ。で、その開示の請求にかかる証拠を識別するに足りる事項を、まあ、V の供述録書として、で証拠の開示の請求をしたと。で同項1号 E ローに定める事項につき、ね、具体的にどのようなことを明らかにすべきかって話になってます。でこの点に関してはね、設問3のところちょっと回答例のところを見てきますと30ページのところなんですね。でちょっとねこの回答例は薄すぎちゃうかな。あの普通に条文あの問題文に引かれてるその条文のねあの要件を引用して当てはめてもらえればいいんですよ。要は類型開示証拠があの開示されるのかどうかって話でね。でその要件なんですけど大雑把に言うとさ、これは予備試験の受験生ならね結構品質なとこだからこの要件を押さえてほしいんだけど、まずそのね当該開示請求にかかる証拠の重要性、条文上あのこの重要性っていうのがまず要求されてるでしょ。それから丸2で被告人の防御の準備のために開示が必要である理由ですね。この2点のところね、ある問題となっている証拠が、まあ、法が規定する類型証拠に当たるってことを前提にこの証拠の重要性と開示の必要性、これが要件になってるの、これをあの聞いてるんですよ。ただこの回答例ちょっとねそこのところがあのちょっと薄いかなっていう感じがするのね。ここのところね、まあ、そこのところは具体的事案に即して、見ていってもらえればと思う。あここの回答例はねそのこういう要件の問題になってるところが分かりづらいんだ。例えばねこの縦2のロについてって書いてあるところがあるんだけど、先に必要ってなってその後重要ってなってるんですよ。でも条文の順番は重要性必要性だから条文の順番の通りにここが書いた方がいいと思いますね、まあ、そこぐらいかな。ここ気をつけてほしいのはね、こういうところ苦手な人はねあの私の方のインプット講座でね、まあ、こういうのやってますんでね、即習インプット講座でやってますんで、まあ、こういうのをちょっと利用してもらえればと思います。それから、次ね27ページの、設問4のところですけども、これはね証拠意見のことを聞かれてるんですね。で、項4号証に関しては不同意っていう意見を言って、項5号証に関しては、まあ、異議ありっていうふうに言ってるんです。でこうやってね異なる意見を述べた理由を証拠能力に言及して答えなさいっていうふうに言ってます。でこれはあの、まあ、刑事訴訟法の、ね、基本的な話になりますけど、基本的に訴訟に関しては例えば検察官が訴訟を証拠調べ請求したら、まあ、被告人側の方はそれを同意したりあるいは同意しない不同意という形で意見を言います。それに対して訴訟じゃなくて物に関しては、まあ、異議ありとか異議なしという言い方をするんですよ、まあ、そこのところがまず分かっているかどうかという話ね。あとは訴訟法上の効果としてはその訴訟に関して特に同意というふうに言うと、それってあの刑訴法326条の伝聞証拠にあの証拠能力を付与する、ね、あの同意の意味になるんですよね、まあ、そこのところを、まあ分かっているかどうかというのを聞くのがここの問題ね。というわけで訴訟に対しては、まあ、同意不同意という意見言って、で物証に対しては、まあ、異議あり異議なしという意見を言います。で特に訴訟に対して同意をした場合はそれが伝聞証拠に当たる場合は、まあ、刑事訴訟法326条の、ね、証拠能力を付与するというあの効果も同時に出てくるんだというところね、そこのところをあの分かっていればいいんじゃないかと思いますね。それから設問5のところですけれども、下線部 E に関して、V は私は警備る前歩道上で A に詰め寄られ、 A と距離を取るためのけぞるように後ずさると、A に両手で胸を強く1回押されたということを、ね、被害者があの証言してますね。でそんな中でですね28ページの方行きまして、検察官が今の証言の後に、V に項4号証の、このね調布の写真を示せようと考えて裁判長に、まあ、許可を求めたんだけど、まあ、裁判長が許可したと。で裁判長の思考過程、これなんでそのこの写真を、ねまあ、含めた項4号証を示すことを許可したのかっていう思考過程を書きなさいということを言ってますね。で項4号証はあの26ページの、ね、上の方3分の1ぐらいのところに項4号証ってあの写真撮影報告書があるんですけど、あの被害者の供述に基づいて警察官がその当時 の、ね、あの暴行の状況を再現している、まあ、写真撮ってるんですよね、まあ、これを、まあ、尋問中にあの見せちゃったんですよ被害者の方にね。でこれを、まあ、裁判長の許可を取ってやってるってことになってきます。でこれはねあの趣旨を覚えておくといいですよ。あの誘導尋問、例えばさちょっと事案離れるけど誘導尋問ってあの何がまずいかっていうとさ、あの
証言 の、 あの要はさ内容に不当な影響を及ぼすから、まあ、基本的に刑事訴訟規則の方でさあのいろいろ、ね、こう規制がかかってますよね。と同時にこの証人に対して例えばこの書面とか 物とかあるいは、こういったあの写真とかねそういったものを見せるにあたってもやっぱ同じようにですねその証言の内容に不当な、まあ、影響を及ぼす恐れがあるんですよ。そこで、まあ、刑事訴訟規則ではですねこうやってその物とかねその書面とかを見せることができる場合を結構厳格に、まあ、規則の方で規定しておりまして一番緩いのがねその同一性確認例えばあの この物とそのもの ある物の同一性確認するときは別にねその同一性確認という目的で尋問する限りはあの別に不当な影響を及ぼさないからそれは裁判所の許可はいらないんですけどもそれ以外に証人の記憶喚起のためとかあるいはその曖昧な証言を明確化させるためっていうことになってくるとやっぱ不当なその供述の恐れあの不当に供述内容を ねじ曲げる恐れがありますので裁判長の許可が必要になってくるんですよ。だから裁判長の方は逆にその許可を求められた時はそういう不当な影響があるのかないのかっていう観点をその審理の過程に即して、まあ、見てねそれでやることになります。それを聞かれてますね。であの回答例の方はあんまりそういうところがねあの意識されてなかったのかな不当の影響があるかどうかというところはねあのこうちゃんと見てなかったんでそこのところはちょっと問題あると思いますね。これは私が自分が裁判所の書記官で刑事部にいてね年に300回ぐらいあの年に300件ぐらい あの刑事事件立ち会ってたんですけどもよくね新任の検察官が怒られるのこの物 の、 あのこう展示をしようとして十分ねその逆に言うとその物の展示を求める段階でもう十分必要な証言をさせて不当なその物を見せることによって不当なもう証言 の、 あのねじ曲げがないぐらいのことを喋らせとかなきゃいけないんだけどそういう供述をさせる前にいきなり、この写真を示しますとかっていうとね裁判長が怒鳴られるんだよね、まあ、そんな感じで、まあ、裁判長のところ不当な影響がないかどうかってところをまあ見てるんですけどね、まあ、そういうところが問われてますね。その辺のところもねすいませんちょっとまあ恐縮だけどこういうのも結構基本知識なところにまあなってきますんで、そういうところがね勉強進んでない方はあの、まあ、私のインプット講座の方でねあの、予備試験対応の方で刑事訴訟法の、プラス講義の方でまあやっていきますんでね、まあ、そっちの方であの勉強される方はね勉強してもらえればあのすごく値段安いんでねあの確か4000円ぐらいで3時間分なんだけど予備試験のこういう実務にあの対応できることもやってますんでね、まあ、そういうのちょっと予備のパンフレットなんか見てもらえるといいんじゃないかと思いますね。それからですね、ちょっと全部やってると大変なんで最後の設問6のところちょっといきましょうか。設問6のところ、下線部 F に関して B 子のこれあの被告人の連れの女の人ね全部あの犯行の状況一部始終見てた人なんですけど、まあ、B 子の証言の要旨は次の通りだってことになってます。であの要はね捜査段階では B 子は全部素直にあの見たものを正直に喋ってたんですよ。ところがその後法廷であのその調書があの弁護人側から不同意になったから、その調書が使えなくなったからですね、この、B 子の方が法廷で証言したんですね。したら全然あの捜査段階で言ったことと違って、まあ、なんか被告人がやってないようなことを、まあ、言い始めちゃったのね。でその点に関して、括弧1、証文括弧1のところで、検察官として刑訴法321の1項2号公団の要件を踏まえて、主張すべき事項を具体的に答えなさいということを言ってます。これはあの検免調書で相反供述ね要は前の供述と異なる供述を公判廷でやったときはその前の検免調書に証拠伝聞例外として、まあ、証拠能力が付与されるっていう話なんですけども、まあ、相反性はねすぐ認められます。あのこの2号公団の要件は2つありまして、まず大元署名押印っていうのがねまずなければいけません。供述録取だから供述者の、署名押印がなければいけないんだけど他の要件はその供述内容の相反性でこれは相反性すぐ認められるからあの前はちゃんと見てるって言ってるのに今度証言の段階ではなんか見てないようなこと言ってるから、まあ、そこのところ相反性認められます。で一番大事なのはあの相対的特進状況ってやつですね。あの3号書面と違って要は2号書面の場合はその捜査段階での供述時の状況と公判廷での供述時の状況を比べてどちらのその状況がよりね、その真実のことを喋ったと言えるのかっていう観点からまあ考えていくんですよ。で本件の事案ではですね、特にその事件後にですねこの被告人の子供を妊娠していることが分かったとか、まあ、その他いろいろ、その被告人とのこう関係が結びつくようなことがいろいろこう書かれていたのでね、まあ、そういう状況を踏まえて、いきますとおそらくその公判廷での、ね供述の状況というのは前の、供述の状況と比べてちょっとこう信用性が、ね薄まってるんじゃないかというところを指摘してもらえればよかったと思います。あと回答例ちょっとまずかったのはあの署名押印の要件無視しちゃってるの31ページの第6設問6、縦1証文1についてってなってるんだけど2号公団の要件はってなってね。でこれで相反性と相対的特進性の話が書いてあるんだけどこれ供述録取書だからそもそも供述者の署名押印いるんですよ。だからこれは絶対落としちゃいけないのね供述録取書の場合ね署名押印が必要だと。でそれあるんで問題文の中にねその B 子さんの署名とかがあるって書いてあるから、まあ、そこ指摘してあげてください。ここのところの要件を落とさないように、まあ、するというところですね。
はい、まあ、その他なんかね、いろいろ、まあ、ありますけれども、まあ、基本はやっぱりこうなんだろう、ケース法のね、例えば今のところだったら2号公団のちゃんと要件をね、基本知識とちゃんと入れておいて、でそれがどんな事案が出た時でもちゃんとその対応してね、当てはめができるようにするっていうのが、まあ、すごく大事なのかと思いますね。うん、大体こんな感じかな。まあ、というわけですいません、たった、まあ、2時間しかなく、ちょっと10分過ぎて申し訳ないですけども、まあ、たった2時間でね、この実務基礎科目4つの答案をちょっとこう、やるってなかなか大変なんですけども、まあ、すいません、この時間がね、許される限度で、だいぶ説明雑なところも、まあ、あるかと思いますけれども、まあ、このね、許された時間の限度でちょっとやらせてもらいました。で、まあ、もしね、基本知識のところ、こういうところで、そもそもなんか問題解くだけの、まあ、基本知識が十分ないって方は、今、私の方で即習インプット講座っていうのを、まあ、やってまして、そちらの方値段結構安いんですよ。すごく安くしてもらったんでね、まあ、パンフレットの方なんか見てもらって、そちらの方でまあ完璧に、ね、してもらって、でも確実に合格を、ね、自分の手に、してもらえればと思いますね。じゃあそんな感じでこの講座の方は終わらせていただきます。すいません、どうも時間遅れちゃいまして。